はい、おはようございます。聖なる言葉、火曜日のですね、朝なんですけど、今日ね、私ね、昨日ですね、申し訳ないですね、皆さんね、ちょっと遅く、相当遅くなって始まってますけど、たまにあるんですけどね、で、ハワイアンタイムと書いてあるっていうね、ちょっと申し訳ないです、島時間というか、島の人に申し訳ないね、島の人でもないのに、島時間だって言ってるって、とてもないですよね、自分が遅れてるのにね、島時間って怒られちゃいますよね。ね。まあでもまあ、まあ、こういうこともたまにはいいんじゃないかと思うんですけど、昨日ですね、私、皆さん、日曜日の夜に見られたかと思うんですけど、愛で人がこう倒れていく、合気道ってやったんですよ。ね、観光寺流っていうやつなんですけどね。で、その先生、あ、これです。まあ、ちょっと何度言ってますけど、堀江教授のですね、昨日、講演会ありまして、それ言ってたんで、取材。で、本当はね、合気道の方はね、こっちのその取材をするんで、だけど、なんか講演だけだと、なんかちょっと絵面が悪いなと。で、先生はそういう合気道をやってるって言うんで、それ取り行こうって言って、取り行ったんですよ。そしたら、ね、その合気道すごく良くてですね、それで、じゃあ全部放映しますよっていうことで、全部放映したったら、ちょっと感動の嵐ですね、結構反応すごかったんですよ。まあ、僕、ちゃんと見てるんですけど、流れをね、すごくやっぱり反応が良くてですね、あの合気道すごいよと、この先生すごいよという話でね、いっぱい出たんですよね。で、この先生ね、もうちょっと何度も全部言っちゃうけどさ、例の死んだら、人は死なないって本のね、ベストセラーの矢作先生とね、結構どうやらね、同じところで勉強したことがあるとかね、まあ、すごいお知り合いなんですよ。だからね、やっぱりこう、今こう、ね、そのリード、トップをね、走ってるとか、すごくベストセラーになる人のね、特徴として、そういう人が、スピーチャーな人がいるなと僕は思ってるんですけどね。うん。はい。まあ、なんか、こう、いろいろやってますけど、ね、世の中どんどんスピーチャーの方向に僕は動いてると思ってるんだけどね、非常に、いい感じで、いい先生がいっぱいどんどん出てきてるんでね、これからスピーチャーテレビもね、どんどんそういう先生をね、こう、まあ、なんて言いますかね、紹介していこうかなと思ってるんですけどね。はい。ということで、大丈夫でございます。そういっぱい書き込みありがとうございます。今日ちょっと遅れてきたからね、書き込みでいっぱい書いたんですけどね。はい。大丈夫ですかね。なんかいろいろ書いてますけど。ね、なんかちょっと調子が悪いということで、あららら、局さん、お大事にしていただければと思うんですけどね。はい、つさん、グッドモーニング。はい、ということでね。はい、チョコリングさん、おはようございます。はい、レントゲンがあって2時間待たされた。ちょっと大変だったですね。はい、クラーさん、おはようございます。ケーキワイさん、おはようございます。くまともさん、おはようございます。はい、はい、はい、はい。フラッピさんおはようございます。ナラピピさんおはようございます。ね、熊友、T さん眠いのにありがとうございます。無理しないでくださいね。まあ、無理しないけど、まあ、できる範囲でやってます。すいません。っていうか、俺悪いんだからね。ちょっと俺、代行の人を見つけようと思ったんだけどね、眠たくなっちゃってね、そこはちょっとできなかったんですよね。すいませんでした。ね、本当は代行の人を立てればよかったんだけどね。はい。ということでね、カルムさんおはようございます。はい。まあ、わたみで、僕は飲んではいるんですよ。飲めないから僕。飲んでもね、あれなんですよ。ノンアルコールビールだと思いますけどね。わたみで飲んでなかった。食べてたんです、僕。でね、時々ね、そうですね、3ヶ月に1回ぐらいね、僕、わたみに行ってね、いろいろ、あそこいろいろあるでしょ、細かい、小さいので。なんか、カキだったりとか、なんか、カツオだったりとか、ね、なんか、いろんな、旬のね、なんか、いろいろ売ってて、あれ、ね、ちょこちょこ食べるの好きなんですよ。で、だから、ね、3ヶ月ぶりに行ってですね、いっぱい食べてきましたけどね、ピザとかね、ちょっとそれ一人で楽しんでましたけど、まあ、誰かいてもよかったんだけど、家の近くだから誰もいないんで、しょうがないっていう、ね、それで朝までいたんですけどね、はい。まあ、ということでね、取材してきましたんで、まあ、この、ね、安江教授のですね、
この、これもなかなか面白いんで、これ多分1週間か2週間以内に出すと思うんですけど、あの、まあ、それもまた見てください。あの、本当にいいやつなんでね。うん。はい。まあ、なんか、最近出会う人出会う人がね、レベルアップしてきてるんでね、まあ、スピーチャーテイムどんどんレベルアップしてきていいなと思ってるんですけどね。そういう流れがどんどん続いていくんではないかなと思うんですけどね。はい。こういう、ちょっと、本当はね、今日、あのね、あの、上のね、時間のやつがね、イルカちゃんに間違っててね、すいませんね。そこだけ書き換えたいんで、他は全部合ってんだけど、あの、イルカちゃんとか、せいなことばって、もう10月16、15日のね、やつが予定がし、イルカちゃんになってるんですけど、あれ、あの、申し訳ない。それがちょっと治ってなくてですね。うん。そう、あ、チョコリンコさん、すいません。そうそうなんですよ。そうそう。で、そこ、ま、ほら、イルカさんって、小田原ご夫妻ってあれじゃないですか。あの、結局、あの、第一火曜日なんですよ。それがちょっとね、間違って出ちゃっててね、あの、流用してるもんだから、ね。第1週と第3週もね、同じの使うんですよ、いつも。あ、だからそれでね、本当は書き換えなきゃいけないんだけど、すごい書き換わってないっていう、申し訳なかったです、本当にね。あ、そういうとこですかね。うん、はい。うん、そうですね、あんま僕飲みませんから。うん。あの、だからね、あの、食べながら、まあ、でも飲む方がいらっしゃるときは一緒に飲んでてですね。あ、飲むっていうか、僕は飲、まあ、その、ノンアルコールドリンク飲んだりとかね、いろいろ飲んでますが、今、ノンアルコールが、とかね、いっぱいあるからね、楽しめるやついっぱいあるんですよね。ワタミでちょっとおすすめなのね、ノンアルコールでね、なんかね、なんかみかんのやつ、なんか、自分でスクイーズして、あの飲むね、オレンジ系のやつがあるんですけど、あれすごい大きくてですね、ちょっといいですね。うん、昨日、あ、うまいなって言って飲んでたんですけどね。うん。あの、ワタミっていいなと思うのは、あの、大きいやつをね、シュッシュッって自分でこう、絞って飲めるジュースがあるんだよね。あれがいいですよね。うん。と思いますけどね。あと、あそこほら、有機野菜がね、あるんで、あそこいいですよね。有機農薬野菜が、ね、自分のところで作ってるやつがあるからね。はい。まあ、そういう感じでちょっと、ね、楽しんできましたけどね。うん。はい。これで、ね、あ、昨日の夜さ、モナカさん来たのか、そうだ、見てたのね。うん。モナカさんいいよね。モナカさんね、好きです、僕も。モナカさんね、なんかいろいろ、オーストラリアからいろんな、ちょっとスピーチャーのね、番組やってる方ですよね。あのね、いい仕事してるなと僕も思いますよ。うん。一回ね、あの、ゲストで出てもらったことありまして。で、こうやって俺が、僕一緒にいればね、モナカさんまた出てよって言うんだけど、ね、うん、はい。そういう状態ですね。うん、はい。ですね。次行きますかね。うんうんうん、あ、素敵な授業、授業を過ごしください。カナブさん、あ、行ってらっしゃいますか。あ、行ってらっしゃいます。ね、ちょっと遅くて、今日カードが引いてなくて申し訳ないですけどね。まるまるさん、おはようございます。京子さん、赤ひげ先生ってめったにいないと言われ、結構いるのではと思っていたので、とても嬉しい試合です。あ、そうなんだ。なるほど、なるほど。了解です。うんうん、はい。よし、という、ちょっと順番がバラバラになっちゃってるかもしれないですね。すいませんね。はい。そうです。あの、みゆみゆさん、スピーチャーパワーで回復させちゃいましょうね、とかね。で、いいですね。そうそうそう。みんな早く治る人もいますからね。うん。はい。じゃあ行きますかね。どこ行こうかな。いや、安江先生のやつ面白かったけどね。うんうんうん。あくまどさん、合気道、真似したけど全然できなかったです。本、図書館で予約しました。味合い。ああ、はいはい。ね、先生の本がいくつかね、面白い本がある。これ以外にも面白い本があるみたいなんですよね。で、ちょっと全部は読んでないんですけど、まあ、読むかもしれないですね。うん。はい。まあ、いっぱいね、いや、カタカムナとか出てきたら面白いんですよ、この人。うん。あれ、そっか、カタカムナどこに出てきたっけな。カタカムナで、またカタカムナの人がね、あれ、現れたりとか、誰だっけ、誰のとこ来たんだっけ。カンさんかな。まあいいや、めんどくせえ。まあいろいろ。こう情報が錯綜しておりますが、ええ、まあ、やっていこうと思いますね。はい。何しように、
ねえ、まあ今週末ね、あれですね、サイマさん出ますよね。金曜の夜ですけどね、もう生出演だということなんでね、ちょっとフロリダって書いてあるんですけど、フロリダだろうと僕は勝手に書いちゃったんだけど、フロリダじゃなくて、もしかしたらアムステルダムかもしれないですけどね、申し訳ないですけどね。まあ、アムステルダムとフロリダすごい違うけど、まあ、海外だからいいかみたいなってとこですけどね。うん、ね、まあ、フロリダからでも中継しても、ね、まあ、サイマさん、サイマーさんの場合大体部屋の中だからね、ちょっと外の風景出してくとまたいいんですけどね、うん、はいね、うん、はい、ちょっとゆっくりしながら行きますね。あと何があるかな、うんね、あ、そうそう、あ、まろまろさん、モナカトラジオさんの目覚めのアニメ、楽しく目指していただいてます。そうそう、モナコとヨルさん面白いんだよね。そうそう、いいんですよ、うん、僕は思うんですけどね、本当にね、悟った人とかってね、あんまり対立しないと僕は思うんですよね。だからね、仲間だったらね、こうなんか一緒にこうなんていうか盛り立てていくみたいな感じで、それが一番いいんじゃないかなと僕思うんですけど、なんかね、いろいろ人には事情があるからね、なんか人に文句言うような人とかっていたりとかするんだけど、いや、っていうか悪口言ってもしょうがないよって言って、でもほらスピーチャー知ってたらさ、悪口言ったら全部自分に返っちゃうからさ、それなんで悪口言ってるのかよくわかんないんだけどさいや、まあそしたらさ、悪口もスピーチャーの人で言ってる人、あ、モナカさん関係ないからね、これ全然関係ないんだけど、そのほら、ほらまだ勉強途中の人です、悪口言っちゃう人っているじゃないですか。だからなんで悪口言ってんのかなと思ってね、それ、いや全部戻んだけどねって思いながらやってんだけどさ、面白いですよね。ね、だからそのほら、よくさ、自分が嫌な人って、さっきモナカさんもちょっと入って、問題の件話してもらいましたけど、自分が嫌な人とかってね、結局自分の課題がその人の中にあるからね、嫌だって思うんですよね。それはそうなんだけど、そういうとこありましてですね、まあちゃんとね、その嫌なところを見てですね、自分を変えていく必要があるとか、変えていかないとダメですよ、やっぱりね、と僕は思うんですけどね。ミカさん、おはようございます。先週金曜日の T さんの放送とても良かったです。再放送3連休かけて見させていただきました。あ、どうもありがとうございます。勝手に金曜日臨時放送的にやっちゃったんですけどね、本当は金慶塾っていうのをいつもやってんですけど、木曜日にですね、木曜日だけど金慶塾なんだけど、まあそれっぽいやつをちょっとやりましたね。また多分やると思うんですけどね。まあ最近ほらプログラム、いろんないいプログラムが多すぎちゃってさ、だからちょっと私のとこ割いてでもちょっと流そうっつってね、流してたんですけどね。まあ、また空いてくればね、私、通常編成に戻りますんでね。だって最近土曜日とかもやってるでしょ、土曜日の夜、夜とかも。で、場合によると日曜日も放送してますからね。だから休みなくなっちゃっててね、ちょっと大変なんですよね。それがちょっとありましてね、それがちょっと響いて私の番組に、あ、この朝の番組に響いちゃってましたね。ここだけ響いてますね。はい。昨日はね、でも、ブチさんなんかちゃんとね、放送して、あれ、ブチさんの方で放送していただきまして、私が取材してる時に、ブチさんがちゃんと放送してくれたというありがたいね、パターンでございますけどね。ありがたいですね、本当にね。だから、すごくね、スピーチャーテレビはね、ボランティアの皆さんで持っておりましてですね、まあ、いい先生のね、取材なんかも、まあ、ボランティアの方が撮っていただけると、すごくありがたいんですけどね。はい。実はね、県庁寺さんでね、お坊さんが講話をするってやつがあってね、それ撮りたいなと思ってんですけどね、誰か撮ってくる人いないかなとか思ってんですけどね。来週のね、またぶつかるんだよ、いっぱいもう。まあ、ほら、大体ね、10月っていうのはね、ダメなんですよ。多すぎて、スピーチャーイベント多すぎて。あ、10月ってのはスピーチャーイベントだけじゃなくて、みんなイベントやる日、月だから、このね、10月、11月っていうのはすごいラッシュなんですよ、基本的には。ね、だってそれで12月になるとほらクリスマス近づいちゃうからちょっと減るんですよ。まあクリスマス関係でやる人もいるけどさ、だからやっぱり10月11月ってすごい多いんですよね、イベントがね。だからもう結構
平日以外はねびっちりですよ、もうね、いろんなところでありますしね。はい、もう 19日あたりはねエレマリアさんのやつ取材行こうかなと思ってるんですけどね。はい、まあいっぱいまだいっぱいありましてね、あるんですよ。ね、はいはいはい、はい、ということでね、ちょっとやっていこうと思いますけどね。まあ、こう研究してるといろいろ分かってくるんですけどね、なんだろう、意外とね、いい線いってるよねっていう、今ちょっと思ってますね。スピーチャーデビューで紹介してるところってね、ね、なんだろう、こう、スピーチャーデビューでね、紹介してる理由っていうのは、やっぱりこう、いろんなものを見てもらうっていうのがあるんですよ。で、あと、ほら、ちょっとあれだとね、本当はね、ちょっと依存体質が強い人だとね、一つの先生とかでドカーンって言っちゃうのよ。で、ドカーって、先生、もう私はあなたにもうぞっこんです、みたいな。いや、あなたは、あなたについてきます、みたいなんだけど、まあ、わかるんだけどさ、わかんなくはないんだけど、だから、その先生も素晴らしいと思うけど、他の先生も素晴らしいからね、まあ、ある程度、そこら辺割り引いてですね、何人かを参考した方が僕はいいと思うんですけどね。そうしないとほら先生がおかしくなっちゃった時さ、もうね、またこんな変、みんなおかしくなっちゃうからね。で、あとね、まあなんていうのかな、そういう信者っていうかさ、そのついてく時にね、そのまあわかるんだけど、自分はね、その素晴らしくない存在で、先生は素晴らしい存在でっていう考え方っていうのもね、本当は悟りの世界だとないんですよ、本当は。っていうか、すべての人が素晴らしい存在なのでね、そういうことありえないんですよ。で、なぜかっていうと、まあ、ね、つまり、今、その、自分が素晴らしくないっていうゲームやってるとこなんですよ、は。ネタバラシすると、実は。だから、あと、ちょっと他のところでも言ったんですけどね、悟ってると悟ってないことに、全然、実は、すごい高い視点、あ、これ金曜日の話と同じですね、これね。高い視点から見たときに意味はないんですよ、本当は。悟っていてもいいし、悟っていなくてもいいんですよ。で、なぜかというと、悟ってるときは悟ってるっていうか、いろんなことを知ってて、この人間に入ってることを、入ってるっていう流れのところを、こう、学んでいくっていう、学んでいく、楽しむっていうかね、そこにいるだけなんですね。で、で悟ってないっていうのはルールを、このいろんなルールを分かっていないけど、これのルールとか分かってないけど、その分かってない上でそこを楽しむっていうゲームをやってるんですよ、その魂自体が。だからね、どっちがね、正しいとかね、進んでるとかも別にないんですよ、本当は。実ははっきり言っちゃうと、だからね、いや、悟りたければ悟った方がいいし、悟りたくなければ別に悟らなくてもいいんですよっていう、ってテディは言っちゃうんだけど、そういうとこにあるんです、実は。だからルール、だからなんでしょう。だからね、その時も言ったのが、バスケットボールのルールを全部知ってからバスケットボールの試合をするのと、まあ、知らないでやるのも、で、だんだん覚えていくのもいいでしょう、みたいな。ね、まあ、どっちも試合できるから、みたいなね。多少知ってれば、みたいなね。ところですかね。まあちょっとあんまり例えとしては、まあ完全ではないんだけどね。まあだから、いいんですよ、いいんですよ、その、悟らなくたって。でも悟ってもいいし、どっちもいいのよ。遊びだからさ。要はね、地球にここに来てね、こうやって遊んでるゲームみんなやってるプレイヤーだから、で、そのゲームをやってるって知らないっていうことをやるっていうゲームもありなんですよ。だから、ね、なんか、悟ってると偉いと勘違いしてる人がもしいるとすれば、おいおい、そいつ悟ってないなっていう、っていうことになっちゃうんだけどね、僕からするとね、それ悟ってないじゃんっていうか、それ分かってないよっていう、まあ、話なんですよ。だからね、どっちでもいいんですよ、要は。ね、まあ、でもスピーチャーで悟り流行ってるからね、今ね。ね、で、悟りいろいろあるんだけどね、覚醒系の悟りっていうの、今研究してて面白いんだけどさ、覚醒系の悟りの人と、なんていうかな、
積み上げてって悟るタイプと2つあるんですよね、実は。山上さん、積み上げてってっていうけど変だな。ちゃんと理解して、自分を俯瞰してみるっていう状態。これは、マスターゲートさんルー方向なんだけど、あと山上さんとかね。これは実はインドでちゃんとそういうのが確立されているもので、クリシュナムルティとかも同じこと言ってますね。あと、一休さんだったかな、どっかの禅の話の中でもその話出てくるときがあります。確か一休さんだと思ったんですけど、一休さんって悟ってる人だからね、もともとね。で、お弟子さんがこうね、いっぱいこうやっぱ修行してるお弟子さんがね、ちょっとまあチェックというか面接に来たわけですよ。そしたらね、そのお弟子さんの立ち振る舞いとか見てて質問してきたんだよね、その一休さんがね。君がそのなんだっけな、この家に入ってた時に靴をどこに置いたかねって聞いたんだよね。で、そしたらそのお弟子さんはね、ちょっと全然それを答えられなかったんですよ。どこに置いたかとかちゃんと忘れちゃってたっていうかね。だから見てない、それで見てないって判断してですね、まだ3年ぐらい座りなさいって、まあ、座禅しなさいっていうか瞑想しなさいっていうか、そういうことでね、言われたんですけどね、一休さんがね。だからそういったこう自分を俯瞰して見てる場所に行かないとですね、やっぱり冷静にいろいろ見てないっていうことでそういう判断されたと思うんですけどね、まあ、それだけじゃないとは思うんだけどね、だからそういうね視点があるんですよ。だからね、覚醒ワンネスになったーっていう覚醒体験 OK なんだけど、それと俯瞰してみるのは全くやり方が違うんですよ。だからそうするとワンネス体験してて、理想はワンネス体験もしてて俯瞰もの能力もあってっていう、それ2つ持ってりゃ結構強いよね。だから、ね、いっぱいほら悟ってらっしゃる方が出てくれてるんだよね、テレビにね。すごくこう観察してて面白いですよ。だからそれはよく僕はそこらちょっと分かってきたところがありましてね。でもだから2つ持ってりゃもうすごいですよ。3つがあるのかどうか今研究中だから分かんないんですけど、まあ、2つは必ずある。で、覚醒っていうのと悟りっていうのとちょっと違うからね。どっちかというとやっぱり俯瞰してみるっていう方がやっぱ悟り系、覚醒っていうのはやっぱりワンネスっていうのを分かったっていうところが覚醒とこう分類した方がいいんじゃないかなっていうね、感じがですね、ちょっとだからね、そこら辺がね、マスターゲートさんとね、他の覚醒っていうタイプとね、ちょっと違うところですね。あと山上さんですね、マスターゲートさん、山上輝夫さんのやってるやり方、これは本当にでもオーソドックスなその悟りの視点ですよ。で、覚醒系っていうのはやっぱりなんていうかな、瞑想とかを深くやっていったりとかね、あと何かの拍子で気がつくっていう、そういう、まあ、自然発生的な悟りですね、そっちですね。で、まあね、そういう風に分類した方がいいんじゃないかなとは思うんですけど、分かりづらいから。だから覚醒イコール悟りじゃない、まあ悟りとも言えるんだけど微妙なんだよね、そこがね。その俯瞰してみるやつができてない状態で悟ったって言っていいかっていうのとちょっとすごく微妙なんですよ。だからね、だからでもまあ普通の人は覚醒だって言ってるから覚醒でいいと思うけどね。だから覚醒と悟りってここをうまくちょっともう研究していく必要があるんじゃないかと思うんですけどね。ベルさん、霊能力も別物ですね。そうなんだよね。まあスピーチャーテレビでよく能力ある人いっぱい出てますけど、まあそれはまあ意識上がってくるとね、おまけでね、いろいろ出てきたりするんですよ。チャンネリング出てきたりとか、見えたりとかね、聞こえたりとかね、それはあるんだけど、悟りには全く関係ないんですよ。まあ、禅だとね、悟りの時にね、そういうのあったら出てきたらね、もう邪魔だからやめなさいって、その執着するのやめなさいって言って、ね、ほっときなさいって言うんだけどね、それはそうなんだよ。それ、悟りに関係ないから、全く。なぜかっていうとね、もともと人間の魂っていうのはすごく万能なところがあってね、いろいろ開いてくればいろんなものができるようになってるわけですよ。
でね、で望めばね、うん、だから悟りの方行きたいんだったら悟りの方行けばいいし、超能力者に会いたければ超能力者の方行けばいいし、それはそれでその人の望む方向でどんどん出てくるわけですよね。別に悟った後にまた超能力求めてもいいかもしれないし、それはもう好き好きなんですけどね、うん、まあその人はどういうのをしたいかっていうねとこですから、別に何してもいいと思いますけどね、うん、だから悟った人でね、まあ、聴力持ってらっしゃる方もいるし、持ってない人もいるし、まあそれで自由ですからね。京子さん、爆発的なワンネス体験で憧れてしまうところありますよね。爆発的なワンネス体験ね。あ、そう、確かにそれはそうですね。派手な感じで。そこに落とし穴もあるかもしれない。そうなのよ。俺は見てるんだよ。だからさ、そうね。それはやっぱ経験してみなきゃ分かんないけどさ、やっぱりね、ワンネス体験、もうそうだしね、悟り体験もそうなんだけど、初めてにみんな踏み入れるじゃない。で、謙虚にやっぱ行った方がいいね。うん、本当はね、師匠はね、本当は悟る、これ禅の方だと思うんだけどね、急速な、弟子のスピードの悟りはね、あまりこう好ましくないとする人もいるんですよね。なぜかというと、やっぱりそういうちょっと何ていうのかな、おかしくなっちゃうっていうかね、自分は悟ったんだ、俺はもう天下にもうブッダと同じようなすごい人間なんだみたいにちょっと勘違いしちゃうってですね、変なとこ行っちゃう時もあるんですよ。これ自分も含めてね、反省しなきゃいけない。僕もほら12年ぐらい前にね、やっぱり僕は宇宙、もうどんどん行っちゃうけどね、もう隠すのやめたんでさ、僕は、覚醒系の方はね、12年前にずっと瞑想してたことがあって、なぜ瞑想したかっていうと、宇宙って何かって知りたいと思ってね、で、順番逆で説明しちゃったんだけど、なぜか宇宙って何かって、知りたいと思ったら、なぜか瞑想する羽目になっていってですね、家で結構瞑想したんですよ。そしたら宇宙がバーンって見える経験して、おお、なんだ自分って宇宙じゃないかっていうのが分かっちゃった。宇宙って何かってテーマだったから、僕のそのね、その求めてるテーマが宇宙は自分だってそこで分かったんですよ。ああ、でそれちょっと覚醒体験して、でこう、あ、スピリチュアルみたいなものってあるんだなっていうことでこう始めたんですけどね。で、昨日ほら、石川さんってセドナから出た方いてね、で、彼女のホームページ見ててね、ああ、この人も似た体験してるなと思って、宇宙系じゃないけど、やっぱりこう、覚醒系の悟りですよね。で、やっぱり、それでこう、もともとスピーチャーじゃないんだけど、それでスピーチャーのに入ってきたってパターンですね。僕もそのタイプですね。もともと僕は経営者ですから、ベンチャー企業のですね、代表でしたからね、日経とか出てたね。そういうことやって、まあじゃあこういうのあんだったら、じゃあ賢者に広めてこうやっていうことでね、こっちにいますけどね。ああ、だから本当のこと見ちゃうとね、なんていうかな普通前のままではいられませんやみたいなとこありますけど、ね、でもまあそういうのにちょっとやっぱ落とし穴があってね、その爆発的なそのワンネス体験っていうのはね、やっぱりその人がやっぱり勘違いする場合あるんだよね、本当にね。まだ心がちゃんとねできてないとね、そこで変な信仰宗教に、ね、作ったりとかするんだよね。だからね、まあ気をつけないといけないよね、うん、だからまあそういうとこありますよね、うん、まあいろいろだから、あとね、本当に覚醒が広がっていってね、ちゃんと本当に覚醒してる場合は愛が広がります。これちょっと言っておきますね。その人に愛が深まってくる感じになってきますね。それ、愛深まってないってことはね、覚醒入り口です。はい。人に冷たかったりとか、あんまりこう、ちゃんとしてない人はね、ちゃんと覚醒してないです。っていうのはね、本当にワンネスを体験したんであれば、すべてが自分なんだから、すべてのものに対して愛を送って当然になるんですよ。で、それができてないとすると、まだ途中ですね。それから、あれ一瞬は体験したかもしれないけど、戻ってきちゃったっていうね、ところがあって。で、これね、すごく、研究してて面白いのはね、
ゲートさん、その山上さんとかゲートさんのタイプはね、一回掴んじゃうとね、あのね、なんていうのかな、ちょっとね落ちにくいところがあるんですよ。でやっぱりそのわーっていうその覚醒体験の方はね、ちょっと瞑想とかしなくなったりとかね、あとちょっと自分がそこで勘違い始めちゃうとね、一気に落ちるんですよ波動が。そういうとこもあるんです、そういうリスクもあるんですね。でもちゃんと保ってる人もいるんだけど、あのちいさんなんか見てらっしゃる見るとね、あの波動保ってるからね、すごいなと僕思いますよね。彼は、ね、結構やっぱりピュアな人なんだろうなと僕思ってるんですよ。だからね彼いいなと思いますね、そういう点でね。うん、だからね参考になるなと思うんですけどね。でやっぱりちょっとそこでおかしくなっちゃう人っていうのもいるんですよね、保てなくてちゃんとね。うん、だからそういうとこあるなと思うんですけどね。うん、うん、あのね、うん、ミカさん、スピーチャーに興味ない家族に自力で無料で悟れと言わせました。ありがたいスピーチャーでね無料でね、まあ、まあそれもいいんだけどね、そういうルートもあるよ別に。あ、まあどういうルート行っても構わないし、まあ有料のセミナーいろんな先生がやってるじゃないですか。それはそれで早いよ、早くなるね、早くなるとは思いますけどね。やっぱりその予備校みたいなもんだからさ、やっぱりいいとこ使えばね、やっぱり早くこう目的のものを達成できたりするときはありますよね。うん、ね、それはありますね。あ、土さん、すべての源は愛ですね。そうなんですよ。だからね、愛までっていうかね、まあ愛、日本、まあ、本当は仏教だと愛って言い方ちょっとしないと思うんだけど、まあ慈悲とかね、そう慈愛とかね、そっちもで言い換えてもいいと思うんだけど、そういうとこにいないとね、やっぱダメですよ。あの、何すっか分かんないから、変なことすっからね。うん、だいたいほら、某なんか、ね、あのちょっと捕まっちゃったほら宗教団体のところの人たちはね、愛とは思えないじゃないですか、結局愛まで行ってないわけですよね。で生半可にスピーチャルをかじったがゆえに間違った解釈をしてですね、してしまってんですよね、いっぱいね。うん、だから問題なんですよ。うん、まあね、まあでもほらちゃんとね、自分の前で種は買い取られなければならないから、悪いことしちゃったらみんな買い取ることになっちゃったわけですよね、みんなね。うん、まあ、うん、まあそういうとこありますよね。まあだから徳積むとかね、宇宙貯金とか話もありますけど、そういうのも大切ですしね。うん、だからそういうの、あの、ね、やっぱりコツ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 じゃなくてもいいんだけど、まあ貯金しておいた方がいいですよね、うん、なんかダメに役立つと思いますけどね。うん、だからまあ僕も比較的宇宙貯金できてんだなと思っていてね、やっぱすごく運がいいんですよ、ありがたいことにね。だからいろんないい先生にも出会えてね、こうやってあの懇意にしていただけますしね、あの非常にありがたいですよ。うん、そういうとこあります。はい、ね、まあ今日、まあ、ザクバラにいろいろ話してますけどね。うん、何が、なんだろう、まあ遅く始まったんだけど、いっぱい喋ってますけどね。うん、なんかあと話すネタあるかな。うん、いや結構、野生先生とかね、喋っちゃっていいのか分かんないところにネタがあるんでね。まあ次の本でね、ヒカルランドで出すやつがあって、それハワイのネタが、ハワイこの前行ってきたんですよ、安江先生が。そのネタがあってね、UFO 呼んだ話とかね、シンクロニシティの話とかいっぱいあるんですけど、うん。で、ちょっと先生言われたら怒られちゃうんですけど、この予定調和から、連鎖調和やって書いてあるじゃないですか。で、このね、連鎖調和ってどういう意味かっていうと、予定調和はなんとなく分かるじゃないですか。ここ、あるところへ、こう、だん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 収束していくというか、そういう決まっているところに、どん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 誰かがそこに入っていくっていうかね、それになっていくっていう、この予定調和、予定された調和ですよね。で、連鎖調和っていうのは、これちょっと分かりづらいと思うんですけど、言うなればシンクロニシティのことだ。昨日話聞いて分かった。あ、これシンクロニシティのことだって。あ、シンクロニシティですね、先生って言ってない、僕は言ってないんだけど、あ、これスピーチャーで言うとシンクロニシティだなとは思ったんですけどね。で、やっぱこれ、世の中はこれからはね、みんな四連鎖調和になるからっていうところを、先生はこれちょっと言われてるところもあるんですけど、この中でね。そういうところがありましたね。うん。ね。
ワンネスを体験すると愛がある。そう、ワンネスをね、体験した瞬間は愛があるよね。だけどね、そこでやっぱり人間だからね、人間っていうか、その人が勘違いするとね、落ちてね、冷たくなっちゃう場合もあるよね。悟っても冷たい人は、そこはちょっと微妙だけどね、悟って、まあいろんなタイプがいるんですよ。あと、人と接触するのを嫌って世の中に出てこないで山寺に曇っちゃって一生終えるっていう人もいるしね。まあそれはそれでいいんだけど、まあね、僕なんか表出ちゃうタイプだからさ、表出て喋ってんだけどね、辻説法しちゃうタイプなんだけど、昔だったら辻説法って言うと思うんですけど、でも今辻説法でさ、ユーストリームでやった方がいいと思うんだよね俺これ文明の利器を使わないとね、と僕は思うんですけどね。ね、まあ僕以外にもいっぱい悟ってらっしゃるから、人いるからいらっしゃるからね、みんな参考にしていただければいいと思うんですけどね。ね、でまあね、で悟ってる人は悟ってないんだっていう人いたんだけどさ、まあ、これも説明しましたけど、別に悟ってるって言おうが言わないが全然悟ってる人は関係ないんですそれに対して執着してないからね、だから逆に表に出た方が、あ、人は悟れるんだと思って悟るかなと思って、だから公表するっていうことが世のためかのためになるんであれば喜んで公表しますっていうところにいるっていうだけなんですよ本当は。だからこっちが大変なんですよ、いろいろこう、だって隠れちゃうとか楽でしょね。そういうとこあるんですけどね。まあね、そうだからワンネスとね、悟りではね、まあ、ワンネスを悟りという場合もあるし、俯瞰して自分を見つめ眺めている力を持つというのも悟りという場合があって、ね、これ俯瞰してもイコールじゃないんだよね。あ、覚醒と悟り、ワンネスと、あ、ワンネスと悟りが、だ悟りの中にワンネスっていうものもあるし、その俯瞰してみるっていうのもあるし、あと主人公っていうのもあるんだけどね。でもこれ、まあ、相互にいろいろこうね、関係し合ってるからね、どこがどっちっていうのをいつもすごく難しいんですよ。土さん、今更ながら恐縮ですが、ワンネスの意味って、こと人全てが一つ、全て一つが、ごめんなさい、調和して混然一体な状態ということでよろしいでしょうか。それの、そのね、土さんの説明の方が、すごくより近いですよ。より近いというか、ね、だからワンネスって言ってね、ワンネスで勘違いする人いてごめんなさい。でワンネスなんだっつってね、そこにいる構成員全部同じことを理解しなきゃいけないんだみたいなね、ワンネスの人たちが言ってですね、困ったし、それってみんなロボット製造業と同じじゃないかってそう宗教団体と同じでしょうっていうね。だからみんな同じ、ね、考え方に統一しなきゃいけないんだって、それ違うってでしかもだからワンネスだからさ、みんなお金を持ち寄って、そこからみんなお金を出してやろうとかね、でイベント、そうしたコミュニティ作ったとかってね、ちょっと問題になりましたけど、ワンネスの解釈が間違ってんだよね。で、そこの、まあちょっとね、問題、困ったもののところで、そこの人たちが、私たちはもうスピリチュアルの一番最先端にいるんだとか言い始めて、それ、解釈間違ってんだけど、最先端って言うなよっていう、困っちゃったよ、俺。もう、そういう、だからそうやって、ほら、勘違いする人いるからさ、悟りとかそこら辺でね、ちょっとおかしくなるわけですよ。で、そういう人たちがミスリード始めてね、前にいる人がおかしくなるんですよ。なっちゃうね。で、あとほら、俺、どんどん言っちゃうけどさ、悟ってさ、だから、悟ったからといってね、あれなんですよ。まあ、俺、ご意見前みたいなとこやるから言っちゃうんだけどさ、ね、ほら、みんな意識がある存在だからね、ちょっと勘違いしたときはね、
3ヶ月前と今の言ってることが違う時があるからね。うん、だから大体僕フィッチャーテレビっていうのはその今大丈夫な人、その出した時は大丈夫な人をなるべく出すようにしてるんですよ。でね、おかしくなっちゃったら出さなくなるかもしれない、うちとしては。うん、だからそういうことがあるのね。だから紹介するってすごく難しくて、紹介した時はすごくこの先生いいんだけど、3ヶ月経ったらおかしくなってるっていうのがあるんだよね。うん、それはなぜそういうことが起こり得るかっていうと、やっぱりね、あれなんですよ、人間っていうのはね、すごいその意識、強い意識を持ってるのでね、その人がこうだと思い込み始めちゃうと、こうだこうだこうだって言ってね、ちょっとなんていうかな、その現実を作っちゃうんですよ。で、その自分が現実を作り始めちゃったっていうのに気づかないっていうか、ワンネスっていうのは自分が現実作ってるところ一旦外して全部委ねてったところにこう分かるところがあるんだけど、でもやっぱり人間ってすごい神様だから、自分がこの世界はこうなんだと思い込むと、そこからまたそのように宇宙が振る舞ってしまくれるんですよ、その人のように、その人の前でそういうふうに振る舞ってくれちゃうところがあるから、それが本当だと思い込んじゃうんですよね。だからそうするとですね、その人がおかしくなっちゃうこともあり得るんですよ。だからね、先生をね、いろいろ見てたときに、やっぱり、やばいな、だったらすぐ離れるとかね、した方がいいと思いますよ。ね。だからね、ちょっとね、悟りはね、やっぱ、結構難しいところにいると、難しいね、作業だなって思うときもありますよ、本当はね。でもほら、今、この時代、どんどんね、出てきちゃってるからね、まあ、しょうがないよね。しょうがないけど、まあ、手探り的なにやりつつも、まあ、いろいろこう分かってるところを駆使してですね、そういうにならないようにですね言いつつです、口を酸っぱく言いつつですね、いろいろやってますけどね。はい、クラーさん、いつもありがとうございます。勉強になります。仕事に出かけますので、あとは録画を拝見させていただきます。 T さん、お大事にしてくださいね。あ、どうもありがとうございますね。そう、まあ、こと一つが調和して混然一体な状態か。これね、言葉で説明するのはすごく難しい状態ではあるんだよね、本当はね。まあ本当に個でもあるし、全部と一体でもあるし、それがまた混然一体となっている状態とも言えるんですよね。ちょっと色即是空、空即是色みたいなところがちょっとありまして、まあ、そういう状態なんですけどね。まあ、でもね、普通の人も実はワンネスの状態にいるんですよ。これさ、これほら、みんな、ね、みんな悟ってるんだっていう言い方あるんだけどさ、みんな神の子なんだっていう言い方と実は同じ言い方なんだけど、その、みんなワンネスなんですよ、実は、状態的には。ワンネスでない人なんか一人もいないんですよね。だからその状態を知ってるか知らないかだけの話であって。だから悟ってる悟ってない、だからワンネスを知っていてやってる、そのね、こうなんか生きてる人と、そのワンネスを知らなくても生きていくことができるという、両方とそれと同じなんだけどね。だから知っていなくてとしても、その人自体はワンネスな状態に実はいるはずなんですよ。いるってか、いるんですよ、全員ね、実はね。だから知ってる知らないの問題ですけどね。まあだからどっちでもいいんです、それは。それはその人がね、それを望めばそういう現実が出てくるんでね、それが見つけられると思うんですけどね。まあ、ということで、ちょっとね、悟り系の話いっぱいしてますけど、まあ、朝からこの話してますね。まあ、でもね、まあ、すごくいいなと思いますよ。ところ、若い人どんどん出てきてね、悟られてる人出てきて、いいなと思ってますよ。ね。賢者寺さんなんかもね、いい話されてますしね。本当にいいと思います。で、そうね。まあ、悟るといい、何がいいかっていうと、枠が外れてくるよね、いろんなね。だからね、例えば芸術家だとすると、すごくいい芸術家ができるようなんですよ、実は。ね。音楽にしてもそうだしね。T さん、風邪ですか？悟りを開くと病気にならなくなるよ。良いんですけど、ならなくなるよ。
みたいですかな、わかんないね。そっかそっか。まあ、運勢するかわかんない。だから、いや、病気になる人は病気になるよ。悟り開いても。だって、いっぱい悟り開いても病気になって死んで、だって、悟り開いたってさ、あれだよ。だって、お釈迦様だって死んでるからね。悟り開いたって病気になんないわけじゃないからね。あ、病気ってか、まあ、なりにくくはなるけどさ。で、あと、風邪なんかほら、ちょっと毛布かけ損なって寝てたとかさ、したらちょっと効いちゃうときってあるじゃないですか。ね、だから、ありますけどね。なかなか近所のおじさんが自分だとは思いません。あさささんね。それはあると思うよ。いや、だからね、本当にこの宇宙にあるものの多様性ってのはすごくてさ、自分が知ってるようなレベルでなくて多様になってるので、まあ、おじさんと私は同じだと思えないとは、まあ、普通感覚としてはあると思いますけどね。ベティさん、今日は T さんだったんですね。なんとなくチラ見。そうなんですよ。あ、チラ見したらラッキー。ありがとうございます。そう、私がちょっとなんか臨時でやってるような時ってのはすごくなんか面白い話してるという話があるんですけどね。本当かどうかわかんないんだけどさ。ね、本当30分近く遅れてやったのにいっぱい来ていただいてありがとうございます。本当にね。そういうとこありますけどね。まあ、いろんなとこ出入りしてるから、まあ、いろいろまたいろいろ出てくると思いますけどね。まあ、本当に、今、だから里院地で教えてるとこいっぱい増えてきてるからね、またね。だから、まあ、教えてるとこって、まあ、あ、ここは明らかに間違ってるとかあるんだけどさ、それはもうちょっとコメントできないよね。まあ、ここでは紹介しないから、テレビでは。なるべくスチュアテレビでは紹介しないんですよ、そういうとこはね。まあ、それで分かってくださいよ。だって、なんだろうね。まあ、いろいろいるからね、人はね。まあ、中途半端な人もいるし、しょうがないですよね。ね。だから、やっぱりね、なんていうかね、まあ、こう、悟って、なんていうか、こう、有頂天になっちゃう人、有頂天になっちゃダメだね、大体ね。ちょっと勉強に入っちゃいますね、その後ね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。まあそんな感じですかね。有頂天っていうのは、ね、やばいんですよね。有頂天ちょっと前ぐらいですよ。だから有頂天に上がっちゃったら、だから山は登りきっちゃったら降りるしかなくなるんでね。だからちょっと前に言おうと最近思ってるんですけど、僕も有頂天になっちゃうと失敗するとかあるなと思ってて、子供っていうかちょっと前にね、やっぱ有頂天だって、わーい、僕は竹馬大好きっつって、竹馬乗ってたらね、竹馬バラって転んじゃってね、竹が歯に当たって歯折れちゃった時あるからね、有頂天はまずいなってちょっと体で分かりました私ね。まあだからね、やっぱ有頂天で何でもできるっつって、ね、やってみて、まあ失敗した時もあるんですよ。ね、ベティさん、有頂天のちょっと前ってどんな感じですか？ちょっと前っていうか、80% か 85% でいいんじゃないかっていうかね、100% になったみたいな感じで、私はすごい完全だみたいになっちゃうと、やっぱ失敗することってありますよ。ね。ね。シノさん、十数年前にお世話になったスピリチュアルな悟ったような方々は、今はスピリチュアルを語らず、今ここに、普通にスピリチュアルに生きている人たちになってます。あごんちゃんさん、基本的な質問なんですが、悟ると何があっても腹が立たなくなるんですか？これね、ダライラマも言ってたんだけどね、怒りますから。だから僕に悪さをしたとか言ったんですけど、怒りますよ。誰らもに悪さしてみ、実験で悪さしてみたらね、怒りますよ、誰らも。
それはでもね、それはあのちょっと違うのよ。さっき俯瞰するっていう視点の話したんですけど、怒っていることと怒ってないことをもう自由に選べる自分がいるだけなんですよ、本当は。だから普通の人は感情のところに感情が自分だと思っているので、あの何かされたら怒るか、まあその人の特有のと反応するんですよ。でも悟ってる人ってのはその状態さえも見てるので、そこ離れた視点で見てるので、怒ってもいいし怒らなくてもいいって知ってるので、あの自分自由に選んでるだけなんですよ、うん、ね、だから、何があっても腹が立たないっていうのはそれはありませんね。あのお釈迦様がね、こういうのあったんですよ、うん、お釈迦様のお弟子でなんだっけ、誰だっけな、あのなかなか悟れなかった人いたんだけど、親戚なんだよね、それお釈迦様のね、その人ね。でずっとついたんだけど、一番長くついたんだけど悟れなくて、でずっとお釈迦様のこと、あんたはだから悟ってないっていうことを言ったりする人がいたんだよね、その親戚の人がね。でなんていうのかな、で一番大切な弟子がお亡くなりになった亡くなった時あったんですよ。誰だっけ、名前忘れちゃったシャリフツとかだからちょっと分かんないんですけどね。一番大切な弟子が亡くなった時は、あんまりそういう名前とかさ、もう興味ないんであんまり、いや覚えないんですけどね。で一番その大切な弟子が亡くなった時にすっごい嘆いたんですよ、ね、お釈迦様がね。そしたらね、その親戚のやつがね、やっぱ悟ってない人がね、ほら見たことかと、ほらお釈迦様なんか全然悟ってないぞって言ったんですよこんなに嘆き悲しんでね、うんっていうかね、よいや俺ね、僕はほら知ってるけどさ、いやほんそれはね、本当にお釈迦様はその弟子好きだったんだよ。だからその時にお釈迦様は別にあの自分をコントロールすることできるから何も平然といることも実はできたんだけど、この弟子本当に好きだったから嘆き悲しむっていうことをね選んだんですね、うん、普通の人のようにこう嘆き悲しんでる見えちゃうんだけど、わかるかなこれ言ってることだからそれを選んだだけなんですよ、うん、だからね、嘆き悲しんでるからといってね、悟ってないってわけでもまたないんですよ、うん、あのね面白い、あのあ 30万回生きた猫って知ってる、絵本で30万回生きた猫って本、絵本あの知ってますかね、知ってる人知ってる人って手あげろったってさ、手あげないよねテレビで言ってもねうん、手挙げたら面白いんだけどね。うん、ゴンチャさん、悟ったお釈迦さんの人の好き嫌いがあるんですよ。好き嫌いっていうかね、すごく出来のいい弟子だったのよ。よく分かってる弟子。あれじゃないかな、ほら、無言のほら、説法があって。100万回生きた猫か。そう。失礼しました。こういう時、チャット便利。そう。本当にその弟子はね、よくお釈迦様に言ってることが分かった。本当に悟りが深かった弟子なのよ。その人が自分より先に死んでしまったので、ね、そう。あと孔子もそう、元界が死んだ時に同刻したって書いてある。そうなのよ。その通りなんですよ。それね、だから悟った人もね、本当に大切な人が亡くなった時は、本当に同刻しますよ。本当に。そうなんですよ。だからね、普通の人がね、わけわかんないですよ。だからその周りにいるさ、そのお釈迦様の親戚のね人がほら見たことか、お釈迦様は悟ってないぞって言ったんですよ。だから、ね、分かりませんよね通常ね。そうでね、あつ100万回で生きた猫に戻りますね。あの本読んだ方いますかね。あれどうしたら猫が100万回生きたかっていうとね、その猫がねずっと輪廻を繰り返してるんですよ。は
でいろんな主人だったりいろんなところをねこうに生まれ変わっていろんな人生を送るんですよね、100万回。それでね、ある時ね、すごく魅力的な白い猫に出会うんですよ。でね、それその人とこう夫婦になってっていうかね、恋人、夫婦になって子供とかをね、設けて家庭を作ってね、でいたんですけど、ネタバラシしたといいかな、まあ、ネタバラシしちゃうけど、でその猫ちゃんがね、その白い猫ちゃんがすごく愛してたんだけど、ね、死んじゃうんですよ。ね、死んじゃうんです。あ、で先のちょっとそう猫の話ちょっと前に戻そう。でその何万回って生きた時に、何百万回とか生きてたんだけど、すごいその猫ってシニカルなとこがあってね、シリアスなとこがあって、なんていうかね、だから恋人が死んでもね、泣かないしね、飼い主が死んでもね、飼い主もいろんな死に方するんだけどさ、海に落ちて死んだり、酔っ払って刺されて死んだりとかいろいろあるんですけど、毎回全然ふんってこう嘆き悲しまないんですよ、その猫ずっとね。で何があっても嘆き悲しまないんですよ。それでね、最後にね、100万回来た時に、でその奥さん猫っていうか、すごく好きだった猫と一緒になって、先にその奥さんが死んじゃうんですよ、その白い猫がね、どうしても病気でね。でその時にね、すごく好きだったから初めて慟哭して泣いたんですよ、その猫がね、すごく悲しんだんですよ。そしたらね、その猫が死んだ時にもう100万あの生まれてくることはありませんでしたって最後にその絵本には書いたんですよね。さてこれはどういうことをその絵本は意味してるんでしょうかっていうことなんですけどね、だからね、その必ずしもね、嘆き悲しむしまないとかね、悲しんだりとかあと怒らないからね、怒ってるから悟ってないとかではないんですよ、実は。ああ熊本さんありがとうございますね。京子さん、私がそう感じたのは、ガンガンさんのポケットの中のダイヤモンドを徹底的に徹夜で読んだ夜明けでした、個別性の奥にあるただの生命、宇宙の一体感のようなものを感じました、そういう体験はいろんなところで起きますよね、しささん。ああなるほどね、一体感みたいなね、だから今はねそういうの起こりやすくなってるからね、みんなそう気づき始めますよね。まあだからいい時代なぁと、思いますね。あ、シャッサさん、空海も弟子が亡くなった時悲しきかなっていうね、ありますよね、本当に。空海さんのねこう嘆きもちょっとすごくわかりますよ。いい弟子を亡くすと本当にね、辛いですよ、本当にそれは。だって弟子にかけた弟子が自分の後を継いでくれると思われるような弟子が先に死んじゃうっていうのは本当にであと残ってるのはダメな弟子っていうね、それは悲しみますよ、ちょっとやっぱり、その教える側としてはまあしょうがないとはいえね、と僕は思いますけどね。だからそういう感情を表現するときに自由に表現できるっていう、ね、だから無限の表現の中から自由にチョイスできるんですよ、本当は悟った人っていうのはね。だからそこで嘆き悲しんでいたとしても、実はその嘆き悲しむというところに没入してるわけではないんですよね、没入っていうか、まあ没入してるのも楽しんでるかもしれないけどね。ゴンちゃんさん、何事にも嘆かなくてよくなるために悟りがあるのかなと思っていました。人生って難しいですよね。難しいかどうかわかんないけど、その空っていう言葉があってね、空がフリーっていう、英語に訳すとフリーって訳されてるんだって、自由っていう空の訳がね。
でまあそれを焼くなかなかうまいなと思ったんだけど、そのまあ自由になっていくんですよ、悟るってことは。要はまあ色即色っていうのはまあある種物質的なっていうかね、そのせこ、まあ、固まっているような世界を言いますよね。だからちょっと融通性がないけど、空っていうのはもう広がっていて、どんどんこう広がっていくようなところがあって、どんどん自由なところがあるんですよね。だけどだからその悟るってのは自由になると、いろんなものが自由になってですね、こだわりがどんどんなくなっていくんですよね。だからいろんなことが起こってしても、大体ほらいろんなことが起こってね、嘆き悲しんだりとか辛いとか思うのは、その人がこうじゃなくちゃいけないんだと思ってる思いがあるんですよ。でそれが満足されないから、そこですごい辛いっていうか葛藤が起こるんですけど、それでもいいやって受け入れる力があれば、別にそこにストレスはかからないんですよね。だから悟った人っていうのは、そういったそれでいいやっていうかね、これでいいのだっていうね状態であればですね、全くそのストレスかからないんですよ結局ね。まあだから、まあそういうことなんですよだからね、ストレスかかんないんですよ、ストレスかかりにくいんです。ストレスがなくなるわけではないんですよね、悟ったからといって。別にストレスはなくならないんだけど、ストレスをストレスと、なんていうかな、ストレスの感じ方がね、そのすごく弱くなっちゃうんだよね。弱くなっちゃったか、それをにこだわらなくなっちゃうんですよ。だからね、ストレスにならないんですよ。でもね、まだ自分なんかも勉強してないところとか来たらね、またストレスかかるところもあるかもしれないけどね。そしたらストレスかかったらね、おお、ストレスかかったと思ってね、あ、これまだちゃんと僕が分かってないところだっつってちゃんと見てね、ああなるほどね、これゲイツさんで教わった方法なんだけど、ちゃんと自覚っていうやつなんですけどね、それでそこで見てね、ああこれ俺がストレスかかってるってことは、ちゃんと自分の中でこだわりがあるんだな、どっかに自分の考えの中にね、ああじゃあそれを見つけてね、ああこれだったこれだったって見つけて、あこのこだわり外そうっつって外して、ああこれでいけなくちゃくって言ってだんだん見ていけばいいんですよ。だからストレスがねかかったからって悪いわけじゃなくてね、ちゃんとこうやり方を知っていればね、そうやってこうストレス取っていっちゃうというかね、もっと先の悟りに深くどんどん入っていくことができるんですよ。でそれを教えてもらったのはね、ゲッツさんすごくねありがたいなと思ってますね。そういうね、だからあのメソッドはね結構ね、ワンネスの後にどう深めていくかってところとかね、あとその人の持っている心のこだわりを取っていくのにすごくいいんですよね。そこがね、あれは利点がありますよ。という感じかな。ちょ、悟りの話ばっか、この前も悟りの話して、今日も悟りの話してますね。まあ、ね、まあね、ちょっとまだ好きなのかな、そうか。まあ、結局そこ行ってますね、最近ね。まあ、昨日なんかもちょっと、ね、LINE でね、古い友人からね、小泉さん、悟りのこと詳しいでしょ、つって、この先生どうですかとかいろいろ聞かれるんだけどね。で、まあ、その先生はちょっと昔、まずいことやった先生でね。で僕はよく知ってるんだけど、10年ぐらい前にちょっといろいろあったんだよね。でそれでその人も聞いてきたんだけどね、まあ今はちょっと大丈夫な感じかな、分かんない、大丈夫そうだなっていう感じはしたんだけどね、そういう状態になってるなって人もいますね。まあそこで失敗しても、その人はちゃんとね、人間失敗するもんだから、失敗してちゃんと立ち直ればいいですよね。立ち直れればいいと思いますけどね。まただから失敗してもそれはそれでね、そしたら勉強だからね。あ、ゴンチャさん勉強になりました、ありがとうございます、ね。だからみんなの中に悟りはあるしね、まあもう自由になりたい、だから本当は引き寄せの法則が働くから、悟りたいってすごく強く思えば悟れるんですよ。でもこのままでもいいと思えばそこまでいけるんです。本当にどっちでもいいんですよ。
昨日の夜も、金曜日の夜の話も言いましたけど、お好きな方で言ってくださいと。お好きな方を自由に選べるフリーチョイスですから、実は。悟りたいと思えば悟れるし、悟りたくないと思えば悟れないんですから、そうになってるんで、この世の中は。大丈夫です。うん、ね。あと、まあ、覚醒系の人の場合はね、ちょっとこういう言い方をする場合があるんだよね。そう、神の采配によって私が悟ったみたいな。ちょっとまあまあ分かるんだけどね、まあ、とか類まれなるその類まれなるその偶然によって私は悟りましたみたいな。まあ分かるけど、分かるけど、確かにね、そういうのもあるんだけど、やっぱその根底に自分が悟りたいっていうのがないと、実はそれは起こらないんですよね。まあ神とか、まあまあわかるけどね、もうちょっと深く入ってくるとね、それを起こしたのも自分であるってことが分かってくるけどね。そう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 、もうちょっとだから、例えば深さがあるのよ。だからいろんなね、先生の話聞いた方がいいよっていうようなところなんですよね、実はね。参考になりますから、やっぱりね。ね、という感じでちょっとやりましたけど、ね、ありがとうございます。あ、55人だ。うん、キリストの55番ボトルみたいなね。まあ、あれですよね、オーラソーマですけどね。うん。どう、おしよう。何かしますかね。じゃあ、ちょっと軽く弾いてみますか、軽く。軽くカード引いてみましょうか。よいしょ。アセンデッドマスターカード。ね、このアセンデッドマスターカードっていうのは、これは悟った人が下脱した状態ですね。アセンデッドマスターっていうのは下脱した人たちですね。うん、悟ってちゃんと悟られて、それを深く入り込んで、ちゃんと深く深く全部こう悟っていって、全然なことをですね、でもう生まれてこなくなっちゃった、さっき100万回生きた猫と同じ状態になっちゃった。そうですね。その例えで委員会みたいなね、状態ですけど。怒られちゃうかもしれない。怒んないけどさ。怒ったりはしないけど、笑ってるけど大体ね、そのね、そのこと言ってもね。まあということで、いろんなマスターいますよね。いや本当にね、でも一人としてね、その道を歩まない人はいないんですよ。みんな、すべての人はね、いずれ悟る存在なんですよ。悟っていずれね、このキリストのようとかね、ブッダのようになっていく存在なんですよ、すべての人が。だからそれがね、早いとか遅いもないしね。だからどうっていうか、あなたも私、私もあなただからさ、結局遅くやってる人とか、まだな、まあ、悟ってないとかって言っても、遅くやってるっていうのは、そのいるところ、その分け身玉っていうか、その自分がさ、楽しんでるだけだから、そこにいるってことをさ、だからそれがダメではないんですよ。だからその状態楽しんでんだから。その状態楽しんでる私の分身がね、私の分身というか、大いなる私の分身が、私も大いなる私の分身の一部がここに入ってるわけだけど、ね、それ宇宙って言ってもいいかもしれないけどね、まあ宇宙とか大いなるものとか何でもいいんですけど、神でもいいんだけど、その一部が私たちに入ってて、神の子になってたりとかね、なってるわけだけど、だから他の神の子がね、ゆっくりやってても、それはその魂がそれを選んでそれをやってるんでね、それもまた OK なんですよ。だからゆっくりやっててもね、それがダメではないんですよね、全然。その人生を楽しんでるわけだから。その、悟ってないっていう経験を楽しんでるわけですよ。で、また悟った人は悟ったっていう経験を楽しんでるわけでね。全然そこに違いはないんですよね。でもまだ悟ってないっていうところにいた場合は、その分離の感覚があったりとか、判断、ジャッジの感覚があるから、悟ってないことは踊ってることだと思ってる。たりする場合もあるんですよ。だからね、悟ってる人は全然どっちも変わりもありませんようになっちゃうんですよ。まあ、これは金曜日言ってましたけど、金曜日とかね、中浦さんの時も俺言っちゃったけどさ、
変わりないんですよ、どっちでも。どっちでもいいんですよ、どっちでもいいの。だって、もともと、だって、もともと、すべて万能なものがです、万能な存在が自分の中に入ってて、その、それがそこで、遊んでる、それを遊んでるだけだから、うん、ね、どっちでもいいんですよ。うん。だから、悟る遊びしてもいいし、悟らない遊びしてもいいんですよ。それだけの話なんですよ、うん。ね。じゃあ、まゆこさんからかな。はい。ちょっと簡易的にちょっとね、人数多いかもしれないんで、簡易的にちょっと、あの、カード引かせていただきますので、ご了承ください。ということで、飛び出ました。まゆこさんのカード、こちら。ステイフォーカスとかな。くつみんさんですね。うん。今日ちょっとね、悟りの話とかしたからね、アセンデントマスターカード引きたくなっちゃった。ね。ほら、チャネリングする方なんかよくね、このマスターが来られてね、私たちメッセージをくれますよね。僕はあんまりチャネリングしてないんで、まあ、天然チャネリングだって話人もあるんだけどね。だから、まあ、だからあんまりね、こう、名前を言ってもらってこうっていうのはないんですけど、僕はね。うん。だから、でもね、こういう方々がね、その、やっぱりサポートしてくれるんですよね、私たちをね。あの、影に、日向にね、本当ありがたいと思いますよ。あのこういう、まあ、先人の方々がいるからね、私たちも安心してゆっくりあのついていくことができてるっていうね、とこがありますね。うん、必ずね、先生っていうのは現れるんですよ。うん、先に行ってる先生っていうのが。ね、スピーチャルっていうのは面白いですよね。うん、どっかで必ず先生が現れてくるからね。あのだからどんなに意識が上がっても先生現れるからね。あ、それより高い意識のまた寸座がいたって言っているんですよ。だからこういう先生のだからぶっちゃけね、こういう先生とかのね、アセンデッドマスターの先にももっとこのすごい先生いるからね。そうだ、すごい先生は私たちに来ないけどさ、そのやっぱりちょっとこの先生がそのこういうアセンデッドマスターのそのやっぱりねがやっぱりぐらいまでレベルがあると、その上の先生が出てくるんですよ、やっぱりね。例えば私たちが、まあ、どこに私たちいるか分かんないけどさ、例えばこの人たちが大学生みたいになったんだったら、そう大学院教授とか、あそう大学生を教えられるような教授が出てくるんですよ。ね、教授とか出てきて、あね、で教授になったら、教授を教えられる教授、もっと すごい教授が出てくるみたいなね、とこの話ですよね、要はね。はい。よいしょ。ステイフォーカス、集中力を保つということね、くつみさんですね。クートフミ、自分の時間を積極的に作ってください。あ、これ今日はしょるからごめんなさい。あのね、カードの意味だけ聞きますね。自分の時間を積極的に作ってください。自分への約束は守りましょう。優先事項に全力を傾けてください。あなたの心にとって大切なプロジェクトに毎日時間を割きましょう。精神をクリアにして集中できるように食べ物を解毒してくださいということですね。はい。次いきますね。ナナルピピさんですね。はい。結構また脱線しながら喋ってますね。なんで最近悟りの話するんだろうな。まあそ、まあ、興味がそこにちょっと見ってるんですね。まあ、ちょっと研究中だからそこら辺ちょっとね。うん。まあそんなにはね、あのまあいい線で研究してると思いますよ。うん、よいしょ。ポコ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 、ナナエルピピさん。はい。リトリートイントゥーネイチャー。自然への回帰ということですね。休みを取るというあなたの欲求や決心は妥当なことです。あなたの人生の目的の一つは、環境保護活動あるいは自然に関わることです。純粋なフラワーエッセンス、クリスタル、薬用ハーブ、その他の自然な癒しの方法に取り組んでみてください。動物、樹木、妖精、その他自然のスピリットたちと親しんでください。ということで、リトリートイントゥーネイチャー、自然への回帰、自然への回帰というのを書いてますね。はい。したら、KKY さんですね。これかな？
池上さん、こちら、おう、あ、出ました、待ってます、ね、例のこれ、これ日本語版しかない、この絵はないんです。実は外国版のこのアセネットマスターカードを買ってくると、この絵じゃなくて、十二使徒を着た、なんか源氏物語みたいな絵のカードになってます。はい、ね、もし外国行く時があったら、ちょっとこのカードを買ってくると、レアカードが手に入りますっていうか、これ公募でね、日本で公募でこの絵決まったんですよ。だってどう考えてもさ、十二使徒来た人はさ、アマテラスじゃないからねまあそういう勘違いっていうのはありますよ。でちょっとね、あんまり言っちゃ悪いんだけど、まあドリバースさん自体があんまり世の神さんにちょっと詳しくないですよねペコペコ。あ、っていうかね、でもこれか、これぐらいね、世界のね神様いろいろやって書いてね、分かってる人ちょっといないですよ、ちょっと、うん、ちょっといないと思います。まあ、ここまで知ってるだけでもすごいと僕は思いますけどね、うん、あ、まあ、あとに神道の神様はね、ことあげしない神様だから、あんまり表に出ないので、あの、ね、そういうとこでこうあまり分からなくてもしょうがないと思います。あ、そうそう、これ Come out of the closet ということでね、クローゼットから外に出なさいっていうか、これ岩戸から外に出なさいって意味なんだけど、隠れ家から外へ出る、アマテラス、自分自身や他人のことを断定するのをやめてください。愛を込めて真実を話してください。あなたの本当の姿を知る機会を他の人に与えてください。自分は真の姿でこそ愛されるのだと信じてください。ということで Come out of the closet、 隠れ家から出るということでね、こういうカードが来ております。チョコリンコさんまで行ったんだっけ、うん、よいしょ、間違えたらごめんね。あ、ちょっと読んでみるかな。早くさん、 T さん、ありがとうございます、集中します。あ、さっきの話ね、自分の時間を作ります。まあ、いいか熊友さん、私は iPhone で地球広しさんのメールセミナーを受け取りましたよ。あ、地球広しさんの無料サドリスメールセミナー、パソコンのメールアドレスがないと受け取れないのかしら。あ、なるほど、それで iPhone の、ね、メールでねってことね。シャツさん、お尋ねしたいことがありました。内面の豊かさが外面に出ると言われていますよね。政治家の方は外見は豊かそうですが、内面はとても豊かとは思えないんですが、どう思われますか。ちゅうか、あの、いい人もいるんだけど、そこね、すごく問題なのよ。あの、俺、ね、国会とかね、国会の裏とかね、歩くとね、すごく波動が悪いのよ、そこら辺ね。あのね、日本でね、波動が悪い場所って何箇所かあるんだけどさ、国会のそばとさ、あんまり、ちょっと、新宿の某ところとかね、あの、まあでもね、昔より良くなったんだけどね、新宿の某ところは。いいんですよ。最近いいんですよ。あの、昔はすごい悪かったんだけど、最近いいんですよ。ね、昔よりどんどん良くなってるんですよ。で、昔ね、あと、昔悪かったところで良くなってきたところってもありますよね、だんだんね。だけどね、国会周辺、最近行ってないから分かんないけど、ちょっとまあ、僕が5、6年ぐらい前に行った時はやっぱひどかったね、波動がね。で、これじゃあここでやってたんだったら、どんどんなんか悪いネガティブな話ばっかりしかしないよねっていうか、だからでもネガティブな話をしてるからこうなっちゃってるのかっていう、どっちもどっちっていうか、多分先がネガティブな話をばっかり、よくと ネガティブな話をするからこうなってるんだろうなとは思うんですけど、ちょっと考えちゃいましたね。うん。ね。で、某所でね、某所でね、こ、あの、預言者がいて、これ、ちょっとあれなんだけど、これ、本当だって、僕は、本当だとは思ってないんだけど、本当だっていうんじゃなくて、この、予言は予言だから、ね、予言は当たる、外れることあるからね、僕、予言の外れる理由知ってんだけど、ね、その、国会、まあ、首都が移転になるって話があってね、
あのやっぱり東、どういう理由かわかんないんだけど、利根川から上はね住めなくなるみたいな、ね、予言をした人がいるんですよ。あ、これ予言ですからね、僕は言ってませんよ。あのあそう言った人がいてね、でその人が予言したのはね、岡山にね首都が移転するって言うんですよ。でなるほどね、まあそれね分かんなくないんだよね。岡山って実はね、日本のね子宮って呼ばれててね、やっぱりすごく重要なポイントなんですよ。で結構ね日本人のねチャクラって本当はね腹がすごく重要なとこ、第二かな、腹 なとこがあるんですよね。腹の人族と言われたとこあって、それを考えるとね、ああそこに移動するっていうのも分かるなと思うし、で岡山ってはすごくね気候が良くてですね、台風来ないって話もあるし、あとあの、ね、人が温厚なんですよ。でそういう場所にもし首都とか国会機能とかを移動した場合、人が温厚になるから非常にいい政治をする可能性があるんですよね。ああそういう点で移動するのかと思ったところもあるんだけど、でもこれそうなるどうなるか分かんないからね。大体ねこうやってね予言っていうのはね、こうやって僕が公表したでしょ、公表した時点でね予言当たんなくなっちゃうのよ。これも理由分かったんだけど、ジョセリーノさんだっけな、ブラジルにいらっしゃる方でね、すごく予言をバンバン当てて、しかもそれが起こる前に手紙で送ってるからもう完全に当たってると知ってたんだけど、本に書いてどんどん表それを出すようになったら当たらなくなりましたよね。それね、どうしてかっていうと、ジョセリーノさんも知ってるんだけど、大災害が起こる前に予言で出しちゃうと多くの人がね、それやだーとかって思うわけですよ。そんなこと起こったらやだーって思ったりとかするじゃないですか。そうするとその現実は起こらなくなるんですよ。それだけ私たちのね意識の力っていうのは強いんですよ。だからね、予言を外す方法は簡単で、公開すればいいんですで多くの人がそれを見てやだーとかね、そうなってほしくないなとかいろいろ思うとね、未来は変わってしまうんですね。実はそれだけ私たちのね持ってる力はすごいんです。これ分かってない人もいるかもしれないですけどね、私たちの力は宇宙に匹敵するほど力があるんだけどね、本当は。だから山も動くとか言ってたもんね、誰かね、キリストでしたっけ、山も動かせるんだよって。本当にそれね、言ってる意味よく分かるんだよね。空海さんとか山とか動かしちゃってたけどね、山っていうか池作っちゃったりしてたけどさ、いやそれちょっと僕はね、実感まではそこまで言ってないけど、なんとなく大体ちょっと分かりますね。あ、それ間違ってないねっていう感覚がね、動くよなみたいな、ところがありますね。あれ今日書き込み多いね、実意外と。ね、あ、オカリンさん、予言のシェア、意識の変や未来の変化、そう、変わっちゃうんだよね、実は予言って出しちゃうと。だからね、なんかすごい関東大震災がありますよとかって言った時にね、みんな言っちゃった方がいいのよ予言、そういう予言が出ましたみたいな、こんなもん出ましたみたいな予言で、ね、言っちゃうとね、それ怒らなくなるからね、そういうのあんだけどね。あ、ケケバイさん、そろそろクローゼットが出てきます。今とクローゼットと訳されると、日本の神様たちは、違和感があると言いそうですよね。そうだよね。そうだよね。確かに。この、そうだね。クローゼットはないよね。訳されるというか、だって、ドリームバーさんがクローゼットって書いてるから、元のやつがね。しょうがねえよね。京子さん、ベッティさん、これは違うな。これは違う、個人的な話ですね。ナナピさん、小学校の時社会科見学が、国会議事堂だったんだけど、暗くて灰色のイメージで楽しくなかった。おじさんもみんな暗めのスーツでしたね、ドヨーンって。まあね、わかるんだけどね。
と波動が良くないんだよね。今良くなってるといいなと思うんだけどね、うん、だからね、あんまりそういうね、うん、ネガティブなものがね重なってくるとね、やっぱり事故とかね天災とか起こりやすくなってくるんだよね。うん、まあそういうのあるんですよ。で、天災起こってやっぱり人が心を入れ替えるっていうパターンになってくるんだよね。ちょっとっていうとこもあるのよ。うん、ね、まあ、ね、しょうがないんですよね。だから実は地震の震源地は国会だったみたいなね。実はもうとこがあったりする場合があるんですよ。その地域の人の問題じゃなくて、そのこその国のあそこが問題だからみたいなね。っていうのがあるかもしれないですね。わかんないですけどね、うん、半分冗談ですからこれ、すいません、ね、頑張ってらっしゃる方いると思うんでね。でもそこにいる人はそこにいる人たちね、やっぱり、ね、もう一生懸命頑張ってらっしゃるんで、まあ、悪いわけではないんですけどね。ただそのだんだん行ってますけどね、だんだんエネルギーが行ってますけど、やっぱりこう欲で選んじゃるからね、みんながね、うん、この人ね、この人をすると自分が得するぞとかね、そういうのを選んでると、結局そういう人たちが選んじゃうと、そういう人たちがそこに出てきちゃうので、出てきちゃうのでね、結局そういう縮図というか、そういうのを得するぞと思って人たちがこう集まってきちゃいますからね、そういうね、うん、あと国会議員になった方が得するぞとかね、うん、いうことが入ってきちゃうんでね、うん、うわ今日は書き込み多いな。よいしょよいしょ、ちょっと前に戻します。これどこまでやったっけ、カード引かなきゃいかんねこれね、うん、チョコリンコさんもやったよね、間違ったらごめんなさい。みよみよさんいきます。あさみよみよさんごめんなさい、これねみよみよさんにね言わなくちゃいけない。あ、みよみさんだよね。あの、ほら、あるセミナーをね、僕、ちょっと、枠があるんで、無料で、招待するって言っちゃったんだけど、あのね、そのセミナー自体が無料になっちゃったのよ、実は。だからね、招待も何もね、無料になっちゃったんで、無料で行けるようになりましたっていう、ごめんなさい。有料だったやつを招待だったら、あれだったんだけど、無料になりましたんで、またご紹介いたします。はい。誰でもいつでも行けるようになりましたみたいなね、うん、はい、じゃあみよみよさんカード引きましょう。聞いてるかな、大丈夫かな。みよみよさん、こちらエルモリアですね、今日アセンデッドマスターのエルモリア来ました。クリア&シールドユアセルフですね。大天使ミカエルにお願いし、みよみよさんと他の人や所有物との間にある、不必要なつながりを断ち切ってもらいましょう。不快な環境や人間関係、あるいは有害なものに近づかないようにしてください。あなた自身の感覚の繊細さを称賛してください。あなたのエネルギーをクリアに保つために、できるだけ思考を前向きに保ってください。ガラクタを捨てたり、風水を使ったりして、家やオフィスのエネルギーをクリアにしてください。ということで、クリア&シールド・ユア・エナジーということでね、エネルギーをクリアにして、こうしてくださいというね、エルモリアさんからのメッセージでございます。はい。ね、はい、次、ベティさんですね。よいしょ。ベティさんはですね、こちらです。これ、マーリンだ。エナジーヒーリングですね。マーリンはね、ディズニーの作品なんかも時々出てきますけどね。うん、チャネリングでね、ディズニーはね、マーリンの弟子ですよって出てきた時もあるんですよね。うん、マーリンの過去世で弟子だったですよっていうね。エネルギーヒーリング、マーリン。霊気や気功やプラニックヒーリングやヒーリングタッチのようなエネルギーヒーリングのコースを受講してみたらいかがでしょうか。あなたの人生の目的はエネルギーヒーリングを送ることに関わっています。風水や政治や他のエネルギーヒーリングを使って
家やオフィスのスペースをクリアにしてみてください。今の状況はそれに関わる人に愛を送ってください。不快なエネルギーを持った場所や人間関係を避けましょう。すべては癒され、すべてはうまくいきます。ということでバーッとこう説明してますけどね、この中の中でピンときたものが、まあ、メッセージではないかなと思うんですけどね、その中の2つ3つあるかもしれないし、その中1つかもしれないし、全部かもしれないし、それはちょっと分からないんですけどね。はい、ということでベロさんですね、ね、ちなみにスピーチャーテレビではよく言うんですけど、他の人のカードも自分のに向けたカードだったりするときなので、聞いてた方がいいときもあります。はい、あ、これだ、ワークユアマジックですね、セイントジャーメン、セイントジャーメンが一番結構いろいろ出てくるんですね。山川小屋さんのね、前世での殺生に当たる方ですね。はい、サンジェルマン伯爵ですけど、ワークユアマジック、魔法を働かせる、現状で何かを、何を受け入れ、何を受け入れないかはっきりと決めてください。あなたの明晰さが即座に結果をもたらすでしょう。前向きな結果を確信してください。秘術や現実化の原理を学んでください。まあ、引き寄せとか、魔術とか、まあ、秘術ですかね。はい、この3つ来てますね。はい、ね、あなたが質問している状況はあなたの力で解決することができますよということで、サンジェルマン伯爵が言っておりますね。都内に行くとサンジェルマンというパン屋さんがあるんですけどね、そこで時々食べたりするんですけどね。はい、次ですかね、ベロさん、うん、あ、ベロさん終わって、次プリンさんですよね、うん、よいしょよいしょ、いやよいしょ、こちらレディーナンダー、マザー・ワイフ・シスター・ドーターというカードですね。よいしょ、母・妻・姉妹、妹ということでレディーナだ、あなたが尋ねている問題は、あなたの女、母親・妻、恋人、姉妹、娘などあなたの人生に重要な意味を持つ女性に関わりがあります。最初に心が浮かん、最初に心に浮かんだ人物がその人です。あ、こっち、俺全部読んじゃった、いいや、こっちも、その他意味ですね。日常的に与えることと受け取ることを実践し、男性エネルギーと女性エネルギーのバランスをとってください。過去にあなたを傷つけたかもしれない女性を進んで許してください。亡くなってしまった愛する女性が天国から愛してるのメッセージを送っています。その女性との新しい関係はとても意味があることがわかるでしょう、うん、はい、ということで4つメッセージがついてきますけどね、参考になりましたら幸いでございます。はい、ね、レディーなどはサンジェルマン伯爵とか大帝氏ミカエルと共に働くアセンデントマスターですということですね、うん、はい、ということでまた次行きましょうね、プリンさんが終わってシャスタさん、よっこいしょよっこいしょ、ポン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 、はい、シャスタさんこちらですよね、You can do it ということで大天使ミカエルが来ましたね。よいしょよいしょ、あなたにはできます、 You can do it、 大天使ミカエル、その他の、あ、そう、カードの意味ですね。準備も引き延ばしももう終わりです。とにかくやってみてください。あなたには価値があり、あなたは愛される人です。大きなゴールをいくつもの小さなステップに分けてください。そして今日一つのステップを進めてみたらどうでしょうか。あなたは正しい道を歩んでいます。完全主義を手放し、自分がちゃんとできるかと、できるということを知りましょうということで、 You can do it、 あなたはできるというカードが来てますね。はい、次フラッペさんかな、よいしょ、
じゃあフラッペさんいきます。よいしょよいしょ。フラッペさんは、こちら See the other person's point of view ですね。はい、これはですね、他の人の他人の視点で物を見るということですね。これアバーローキティッシュビラという東洋の神様だということなんですけどね。はい、あなたが出会いたいと思う人の目を通してあなた自身を見てみてください。人間関係から自己防衛を手放してみてはいかがでしょうか。他の人の表面的な性格ではなくてその人の内部に神を見てください。過去の痛みを許し新しいスタートを切ってみてくださいということで、アバローキティッシュビラという神様で他人の視点で物を見るという感じですね。はい、参考になりましたら幸いです。はい、ということで次ですかね。フラッペさんまで来ましたね。次はミカさん、キミさん、京子さん、クマトモさん、アイアイさんの順で引きますね。はい、まだその後にいると思うんですが、ちょっと途中まで全部表示できないんでここまで今表示していきますね。じゃあミカさんいきますね。ミカさんのカードこちら、ヒナですね。ハワイの神様が来ましたけど、フリーダムというカードが来てます。はい、自由ということですね。これ以上成功、束縛から解き放たれ自由になりましょう。意味はこれ以上成長を見込めない状況からは立ち去る時です。自分に課しているあらゆるルールが妥当かどうか検証してください。望む通りの人生に変化を持たせる時です。望み通りの人生に変化させる時です。宇宙にサポートをしてもらいましょう。はっきりと自己主張し境界線を越えてくる人にはノーと言ってくださいということで、フリーダム、ヒナというカードですね。これも綺麗なカードですね。はい、このアセンデッドマスターカードね、ちなみに こちらの上で買えますけどね、まあ、結構綺麗なカードの一つですよね。はい、番組でのカードという欄が向こうにありますのでよろしくお願いします。まあ、これちょっとユーストリームで見てるとそれで見えないかもしれない。これこっちにないよって言われちゃうかもしれないですけど、本サイトに来てくださいね。スピーチャー TV のね、そこに来るとか ありますから、ちゃんとね。はい、そうするとそこで買うと 3% がうちに寄付されますので、そ値段高くなってるわけじゃなくて値段はアマゾンと同じなんですけど、そのうち 3% が、寄付されるようになってるのでよろしくお願いしますね。いいなと思ったらよろしくお願いしますね。はい、それではミカさん終わったので、キミさん、はい、キミさんは Let it go ですね。手放すということで、よいしょ、これは観音様ですね。はい、議論批判長期にわたる痛みを手放してください。あなた自身を含めこの状況に関わる全ての人に思いやりを持ってください。自分自身に優しくしてください。やってしまったこと、あるいはできなかったと悔やんでいることに対して自分自身を許しましょうということで、手放すというカードが来てますね。はい、ちょっと読むかな。争ったり圧力をかけたり無理強いしたりするのはやめるときです。このような行動は万物の流れに逆らって挫折や障害を招いてしまいます。ね、その状況をスピリットに向けて、解き放つと、あなたは自然とサポートのドアを開き、想像を超えた結論や解決に導かれるでしょう。争い、怒り、不寛容、その他欲していないことのすべてを手放してください。宇宙はあなたの味方であることを信じてください。というね、ちょっとメインの、ね、言葉がついてるんですよね。喋った方がいいかなと思って、ちょっと別に喋りました。はい、ということで、Let it go、手放すということですね。参考になりましたら幸いです。観音様でございます。はい、次ですね。次が、京子さんかな。うん、はい。
よいしょ。京子さんからこちらです。はい。あ、レディーナードですね。マザー、ワイフ、シスター、ドーターですね。よいしょ。2度目なんですけど、とりあえず、日常的に与えることと受け取ることを実践し、男性エネルギーと女性エネルギーのバランスをとってください。過去にあなたを傷つけたかもしれない女性を進んで許してください。亡くなってしまった愛する女性が天国から愛してるのメッセージを送っています。あなたが尋ねている問題は、あなたの母親、妻、恋人、姉妹、娘など、あなたの人生に重要な意味を持つ女性に関わりがあります。ということで、レディーナダのメッセージが来ておりますね。はい。次はですね、熊友さん。熊の友さんで、熊友さんで、はい。オープンユアハート。ジーザスが来ましたね。よいしょ。結構いいカードなんですけどね、ここにあジーザスもいいんですけどね、この感じはあれだよね、フランチェスコみたいな感じですね、うん、はい、動物が好きっていうことでね、はい、でソウルメイトの関係を理想のものとするために、愛を与え受け取ることに対する恐怖心を癒してください。あなたを傷つけた人を許してください。ハートのチャクラを開くためにエネルギーワークをしましょう。自分に対して愛情深く接してみてください。ということで、Open your heart to love。愛に心を開くというね、カードが来てます。参考になりましたら幸いでございます。はい。ね、自分を愛してくださいと思います。自分に対して愛情深く接してくださいってありますね。本当、自分に対しても愛情深くなると、それがこう、深く、もう愛するとそれが溢れていって周りも引きますからね。順番が逆です。周りを愛しなさいって言ってよくありますけど、周りを愛すしてから自分を愛すっていうのはちょっと順番が逆で、ちゃんと自分が愛してると周りにエネルギーがこう溢れていきますからね。先に自分を愛した方がいいですね、日本人の場合はね、うん、まあ、外国人の場合はちょっとね、まあ分かんないけど、まあ、そういうふうに言ったらいい。あまりにも自分、まあ、他人を大切にしない人に対してはちゃんと周りを大切にしてくださいねっていう必要はあると思いますけどね。日本人の場合は基本的には周りを大切にしているところが多いので、その場合はちょっと自分を大切にしていない人が非常に多いんですね。だから自分を大切にするってことも心がけていただければと思うんですけどね。はい、ということで次、アイアイさんですかね。ん、はい、アイアイさんかな。あれ、熊友さんが今のやつだったよね。ちょっと間違ったらごめんなさい。2度引いたら、ね、得したということで。また出たということで。あ、久しぶりにまあ連続来ましたね。今日は連続がなかった、ほとんどなかったんですけど。うん。はい。ということでね。よいしょ。Open your heart to love。愛に心を開くということで、ソウルメイトの関係を理想のものとするために愛を与え、受け取ることに対する恐怖心を癒してください。あなたを傷つけた人を許してください。ハートのチャクラを開くためエネルギーワークをしましょう。自分に対して愛情深く接してください。ということね。クマット、あ、これ、アイアイさんですね。はい。ということで、Open your heart to love ということね。ジーザス来てますね。はい。イエス・キリストですね。はい。そしたらちょっとスクロールまたしてきますね。じゃあ、セントさん。セントさん、メイさん、はい、とりあえずその2人。じゃあセントさん、あ、飛び出ましたのでレッドイットゴーですね。はい、手放す。はい、さすがにここまで引いてくると同じものカードがいっぱい出てきますね。手放す、観音。議論、批判、長期にわたる痛みを手放してください。あなた自身を含めこの状況に関わる全ての人に思いやりを持ってください。自分自身に優しくしてください。やってしまったこと、あるいはできなかったことを悔やんでいることに対して自分自身を許しましょう。はい、ということでレッティットゴー、ね、
ティディはね、自分のこと全部許してます。ね、ティディの顔が丸いのも許してますよ。ね、うん、あの髪の毛は天然パーマのことも許してます。鼻がちょっと大きいのも許してます。だから何でも許してますよ。うん、ね、はい、お腹が出てるのも許してます。もう何でも許してます。それでいいんです。許し、全部許しちゃっていいんです。自分ね、世の中には敵みたいな人がいっぱいいるかもしれないけど、ね、その一番の味方である自分が自分のことを敵だ、あの愛してあげなかったら、誰があなたのことを愛してあげることができるんでしょうかね。だから自分のことをね、一番自分が愛してくださいね。はい。次ですね。セントさんが終わりましたね。次、メイさんですかね。はい、メイさんはこちら。ポン。トゥインフレームということですね。アンガスさんのね、カードなんですけどね。トゥインフレームね、いいな。恋人でもできるのかな。それとも恋人がいるってことかな。それとも、もうすでに知り合ってるみたいなやつかな。よいしょ。双子の炎、トゥインフレーム、エインガス。あなたが質問している人は、あなたのソウルメイトまたは双子の炎です。あなたはすぐに双子の炎と出会うでしょう。心を開き、前向きになり、ガイダンスに従ってください。あなたの恋愛に対する祈りが叶うでしょう。まあ、エインガス。ね。トゥインフレームっていうのは、すごく親しい、ソウルメイトのことです。うん、ね。魂ってこう分け見たまで分かれてくるんですけど、分かれてくるんですけど、一番最後に分かれた自分の魂の片割れとも言える人ですね。まあ、これは恋人である時にとして現れる場合もあるし、まあ同じ同性で現れる場合もあるし、いろんな性系が形があってね、うん、彼氏もツインフレームと会ったからいいというわけでもないんですけど、まあラブに発展する時もあるし、まあ、いろんなケースがありますよね。うん、あと学びになる時もありますよね。なぜかっていうと、やっぱりツインフレームっていうのはちょっと鏡的なとこがすごくよく出るとこがあって、だから自分の鏡としてすごく役立つんだけど、鏡になっちゃうってことはやっぱりその嫌なところも映るってことだからね。うん、だから嫌な人にもツインフレーム、実はツインフレームなんだけど嫌な人に持ってる場合もあるかもしれないですね。はい。ということで、メイさんまで行きましたね。よいしょ。ベティさん、マユコさん、今日、あ、先こっちもなきゃのか。マユコさん、地球さんの講義を受けたらチャネリングできるようになりました。おお、すごいですね。はい。まあ、スピーチャーテレビの場合は、ね、チャネリングできる人、リーディングできる人、ね、あと、悟る人、いろんなケースがありますので、見てらっしゃると、ね、いろんなことがありますけどね。はい。まあもし勉強されてっていうか、ちょっと勉強して小手調べしたいんだったら今日の夜とか出てくださいね。はい。うん。あ、それでメルマ、地球さんのメルマガとか出てくるのね。了解です。あ、チョコリンコはまだです。残念のため。あ、チョコリンコさんまだだった。ごめんなさい。ちょっと引いておきます。バス。はい、こちら。Take change of this situation。Take charge かな ?of this situation。現状の主導権を握る。あなたの感情を率直に、そして正直に表現してください。消極的に待つことをやめて決断してください。あなたが正しいと感じることを行う許可を自分に与えましょう。自分自身に対して、権威を持った人物になってください。ということで、モーゼのカードですね。はい。あなたには癒しと現状の行方を変える力があります。あなたが主導権を
握って指導者の地位を引き受けるとき、引き受けるときですというねカードですね。はい、よいしょ。ピコ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 、はあはあ、ベティさんでマルモナさんで金持ちの方って結構ケチだったりします。昔ウェイトレスやった時、金持ちそうな人ほどチップが少ないかないにしてほしかったです。なるほど。これは地球さんのやつね。まあ金持ちの方でお金を出すことをちゃんと締めてる方もいますよね。だからお金が溜まってくっていう方もいらっしゃいますよね。まあどんどん使っちゃうっていう浪費家型と、だからね、お財布なんかすごいボロボロになっても使ってらっしゃるという方がいらっしゃいますもんね。はい。ゴンちゃんさん、予言を公言したら外れるなら悪い予言は皆に広めれば良いわけですね。あ、その通りです。はい。メイさん、音叉について知りたいのですが、音叉ヒーリングに関してスピ TV では取り扱わないのですか。スピ TV 新座もでポイント出た質問だったらごめんなさい。音叉ヒーリングはですね、結構いろんなところで出てきます。私音叉ヒーリング持ってないんで使わないんですけど、堀さんが出してきたりとか、カノンさんとかが出してきたりとかね、いろんな人が出してくるときがあります。あと誰かな、あともしかしたら節子さんなんかも出してくるときがあるかもしれないですね。だから音は使ってます。使ってないわけではないです。でもいろんなことを使うってことですかね。いろんなことを放送してるのがスピーチャーテレビなんで、またそのうち誰かにメイさんがそれを見てみたいと思うと、そういう話が出てくるかもしれないですね。でも大体鳴らして終わってるとこもあるけど、その音叉鳴らしてね、はいはいね、これソルフェジオなんだかんだですとか、いろいろそれかどうか分かんないけど、そういう話してね、音叉鳴らしてみんな癒されてっていう感じになるようなやつが多いような気がしますけどね。はい、だ何回かやるとだからあんま使わなくなっちゃうとこなんだね。マロマロさん、音叉といえばマドマーゼル愛さんが思い浮かびました。昔マイバースデーを読んでいて、ずっと女性だと思ってました。YouTube を見て知りました。あ、そうそうそう、あれなんですよ、まだまだ愛さん男性ですよね。はい、私も会ったことあります。はい。ベティさん、業務連絡、直連子さんのカードまだです。あ、すいません、さっき、ね、引かせてもらいました。どうもありがとうございます、ね。ベティさん、マーリン大好き。ベティさん、実は薄い式レイキープロテクショナーだったりします。あ、なんだ、エネルギー使えるんだ、なるほどね。はい。ペロさん、わーい、セントジャーメン、嬉しい。どうもありがとうございました。サンジェルマンパン屋さん。はい。うわ、なんだこれ、すごいのがあるな。ゴンちゃんさん、続きが見たいです。出かける時間なので。あ、はいはい。こちらこそ。みよみさん、あ、そう、みよみさん、無料参加で食事しました。了解です。はい。ベロさん、うわー、テディいっぱいいますね。チョコリンコさん、まだですか。すごいね。これは、ずっと引くね。はい。ね、ちょっと今日書き込みが多いからさ、ここまで到達しなかったんでね、読んでく順番がね。チョコリンコさん、そうなんです。高い確率です。すいません。はい。これで T さんの傷かなったら、ある意味すごい傷なんだろう、わかんない。ベルさん面白い。
T さんすごいかも。あ、そうだ、集中力ねすごいんですよ結構。そうなんですよ。だから僕もね、アスペルガーとかじゃないかという感じもあるんですけど、わかんない微妙なところ、うんね、境界ですよねわかんないけど、だから集中力強いっていうのはね、いいとこもあって悪いとこもあるんですよね。でも他の子が見えなくなるからね、うん、はい。ピーマンさん、カード引いてもらえるんですか。あ、引いてますよ皆さん、うん。はい、今日面白いね。ミカさん、フリーダムという言葉は大好きなんですが、大好きなんです。再放送を見て再度カードの意味をかみしめたいと思います。T さん、チョコレンコさんのカード、わかりました。はい、さっき聞きました。ミカさん、以前はエンジェルカードで手放すってよく出たな。うん、なるほどね。うん、これもうチョコリンゴさん、チョコリンゴさんですね。はい、ありがとうございます皆さんね。うーん、はい、キミさん、どうもありがとうございます。シャツさん、You can do it ね。はい、できますよ。愛する女性は亡き母ですね、京子さん。うん、そうですね。はい、ジーザスラブ、熊友さん。うんね、はい、すごいねこれ楽しいね、しかし、しかも、うんやったはやったんだけど、またするかいってか、そこまで言ってなかったんだよ読んでるところがね。うん、いや、こっち見てないんだってば。まゆさん、今から参加します。カード引いてもらえるのですか。私もお願いします。あ、引きますよ。引いてないよねまだね。はい、まゆさんのカード引きますよ。マイさんのカードはこちらです。ピッ、はい、おお、パワーオブジョイね。これね、どっかで見たことあるなって言うとね、ここにいるんだよね。よいしょ、これ沖縄でね、買ってきたやつ。これどっか似てませんかね、これ見えるかな。ちょっとです、あれがかかっちゃってるから大丈夫。こうちょっとビニールがかかって光っちゃってるね、ちょっと、ね、失礼しました。これミルク様って言うんですけどね、沖縄でね、こういう行事があるんですよでミルク様なんですけどね。でもこのこっちはマイトレイヤーになってますけどね、うん、はい。ミルク様ちょっと戻っていただきまして、はい、ミルク様ありがとうございました。ミルク様ですね。でこれマイトレイヤーなんですけど、こっちのカードはね、パワーオブジョイということで、ね、やっぱジョイですよね。あ、もうスピーチャルはジョイですね、やっぱり喜びのパワー。ポジティブでいてください。そして望みを叶えるために信じる気持ちを自分自身にいたしましょう。満たしてください。ね、信じる気持ちを自分自身に満たしてください。今の状況にユーモアを見出しましょう。楽しい笑いを味わってください。人生の目的を見つけるために喜びをもたらすことをしてください。ということで、パワーオブジョイ。ということで、マイトレイヤーというカードが来てますね。はい。ね、固定様じゃないかとか、そういうツッコミは入れないと。ね。まあ、この、一番このアセンデントマスターカードについては、言いたいこう、ツッコミが、つっかみどころちょっとあるんですけど、日本人としてはね。まあ、国によっていろいろあるからね。うん。ね。ということで。そのチョコリンゴさん許してください。許しません。許してね。はい、あやさん、ジーザスありがとうございます。ハートヒーリングします。はいチョコリンコさん来た。ね、モーゼパワフルね。うんうん、このチャットはみんな一つのハッピーファミリーだね。そうですよね。うん、あ、アイさん、私もマドマーゼルアイさんの528音差の講演会行きました。とても楽しい方でした。あ、僕ね、愛さんはね、愛感じましたね、僕もね。素晴らしい方だと思いましたよ。うん。京子さん、T さんのスルーかーって、悟った人ならできますよね。ある意味感動。これスルーしてるわけじゃないんだけどね。すいません。T さんありがとうございました。ナエルピさん、T さんの笑い、笑顔で楽しい気分になりました。どうもありがとうございます。ね。ビーマーさん、席外してるうちにカード終わっちゃったかな。多分引いたと思うな。うん。はい。ありがとうございます。
ということで全部こう来ましたね、最後までね、ありがとうございます。ということで今日ちょっと遅めで始まってますけど2時間やってますね、いいじゃないですかね、結構いいじゃないですかって自分ではあるんですけどね、はい。ということでね、結構皆さん見ていただいてありがとうございます。はい、いや結構ねいろいろね面白いのあるよね、はいはい。ちょっと最近のおすすめ映像として愛の奇跡が起こる合気道、ちょっとこの下、こっち側の右下のところに過去の番組ってあるじゃないですか、そこポタッとポチッと押すとね、3回前ぐらいに、ね、愛の奇跡が起こる合気道ありますから、これまだ見てない人は、ね、ちょっと参考になると思うんで見てくださいね。ミカさん合気道見ましたよ、そうでしょ、あれねなかなか、うん、見てます。京子さん楽しかったです、 T さん皆さんありがとうございました、はい、そうですね。ベティさん、今日の夜はどんな先生が登場する予定ですか。うーん、今日はあれじゃないですかね、マイコさんが現れるんじゃないですかね、マイコさんかな、わかんない、現れるかもしれないし現れないかもしれません。それはその麻衣子さんが来るか来ないかですよねってことですね。そんな感じですけど、うん、はい、ね、わかんないです。まあだから麻衣子さん来ていただけるんだったら参加してください。顔出さなくてもね参加できますんでね、うん、まあできるようになったらまあ何人もやってみるのがあれかもしれないですね。うん、ベティさん、合気道さん、面白かったですよ、信じられなかったです。うん、だからね、いろんなもんがあるんだね。あれ本当は活人剣というね、キリスト教のやつがあって、それも人を愛するんだって、愛すると勝てるんだって。うん、だから面白いですね。うん、愛は地球を救うっていうか、愛も愛があると勝っちゃうんだね。うん、ミカさん、合気道を見て子供に実践したんだけどできなかった、愛が足りないのかな。うん、ちょっとわかんないですけどね。でも倒すっていうところがちょっと僕もちょっと発想の転換がねちょっとできづらいんだけど、愛やってて倒すっていうね。ごめんなさい、武術やってる人はねそこができるかもしれないけどね、ちょっとそこのその回路ができてないからね、ちょっとできづらいところもあるかもしれないですね。はい、合気道は横浜で体験会あるとか1500円近かったら行くかな。うん、なるほどね。横浜やるかな。まあ東京とね、今岡山と名古屋かなとかやってるようですけどね。はい、先生が好きだから月1回はやってるよね、東京はね。ちょっと他の地域わかんないんですけどね、詳しくはホームページとか見ていただければと思うんですけどね。はい、はい、ミロさん行きますか、頑張ってください。はい、こちらですかね、愛気道、これ愛の魂の道ですから、愛気で調べたのかな。岡林さん、愛気道って大本家の出口のサボさんが名付けたんじゃなかったっけ。あ、これ僕すごくは詳しくないんですけどね。うん、なるほどね、そっか、出口のサボさんの可能性ありますね。まあちょっとその世代の方ですかね、上柴無料先生が、先生がね。うん、よいしょ。あ、これ違うな。合気だと出てこない。ちょっと待って。何やったら出てくるかな。これだ。これいっぱいあってね、わかんないよねこれ。岡山のやつはこれだな。あ、そうか、東京本部道場とかいろいろあるんだ。いくつかね、この会場によってホームページが違ってんだ、これ。
ほんとだ、これ。関連リンクで見てもらった方がいいですね、いろいろね。岡山と神戸と、いろいろありますね。適当にちょっと見てくださいね、これね。もし行かれる場合は。これと、こちらかな。あと、まあ、リンクで行くといろんなその各地のところに飛んでけますので、まあ、近くのところね、いいなと思ったら行っていただければと思うんですけどね。ちなみに、スピーチャーテレビ恒例の裏情報なんですけど、今は女性がたたらしいよっていう。なん、俺ちょっとね、先生に文句を言いたい。なんで女性がただなんだよ。TD は女性性が高いんだから、あのね、ただでもいいじゃんとか思うんですけどね。男の人からお金取ってるらしいよ、3000円。男の人は3000円なんだって。おいおいおいっていう。まあ、そうするとやる気、先生はやる気が出るんでしょうね、きっとね。女性がいっぱいいるとね。うん。はい。ということで、スピーチャーテレビ見てると結構お得な情報がちょっと結構流れてきますね。はい。ね。うん。はい。TD さんは手が女性。あ、そう、あ、よく知ってましたね。あ、よく知ってますね。私の手、女性っぽいんですよ。やっぱ女性性が強いからだと思うんですけど、ある、ね、手がごつい女性の人からね、手を切り取って私と変えましょうとかね、散々言われた時がありますね。うん。まるまるさん、女性ただですか？そうですね。僕、女性ただだって聞いてます。東京道場はただだったやつですね、確か。うん。道場着みたいなのが必要かな。いや、私服で出てる人もいました。私服で出てる人、スポーツ、なんだろう、ジャージみたいなので出てる人、動きるのが 楽そうな服装で出てる人もいましたんで、大丈夫みたいですよ。うん。はい。和尚のニコ動の動画、すごく面白いです。あ、そうですか。なるほどね。いっぱい、こう、出てきてるんですかね。はい。あとね、和尚さんがね、結構出てきてて面白いですね。この、里犬ブームになってきてますから、和尚さんも外に出てきたっていうね。今はちょっとやっぱり、和尚さんではタブーなところがあったんですよ。いろいろこうあってね。聖なところ、すごくオープンなところがありましたんで、嫌がる方もいらっしゃったんでね。でもまあ、参考にしてくださいよ。ね。まろまろさん、D さん、蹄がなんて綺麗なんでしょうと思ってました。ありがとうございます。ね、だから女性っぽいんですよ、すごく。ね、だから、自分の手見ると、女性みたいだなと思ってるんですけど、はい。もうそう、しょうがないです。エネルギーが女性多い、強いのでね、しょうがないですよね。で、先日、また、これ流しますけどね、そこの、観光自流のその、合気道のところの、吉野さんっていうね、ちょっと、なんていうかな、女の人が好きな人がいるんですよ。でその方がね、その方がね、私、まあ、女の人好きだって誤解されちゃうな。ヒーリングができるんですね。で、本業がそっちの、まあ、霊視というか、ヒーリングのとかやる人なんですけど、それで、その方が、私を見たときにね、なんか、子宮がね、こう、あんたの地球を今入れますとかって言ってね。で、あなたはその女性性と男性性を2つ持った、これからの世の中、ひな形として活躍されてくださいっていうのメッセージが降りてきましたね。ああ、その通りだなと思ったんだけどね。うん。そういう感じで読んでましたよ。うん。はい。あ、十字式ね、出てきますよ。あ、そうそうそう。十字式ね、そうなんだよ。十字式やってましたよ、その吉野さん。おお、十字式やってると思ってね。そう、十字式っていうのはどっから来たかって、十字っていうのはキリスト教の十字なのよ、実は。あ、十字式っていうその治療法があるんですよ、いろいろ。それあるんですけどね。僕も、十字式だと思って。まあ、ある種サイキックヒーリングなんだけど、実は。いろんな骨をね、ズレをずらしたりとかね、するんですけどね。まあ、ほら、キリスト教にもいろいろスピリチュアルのね、まあ、元々スピリチュアルって言われるの語源、西洋人はスピーチだったらキリスト教って人もいるからあれなんですけど、まあ、そういうのがね、いろいろありましたね。はい。ということで、ありがとうございます。まあ、ということで、女性、半分女性の TD と、
ね、お付き合いいただきましてありがとうございます。ね、はい。ということで、このこんなもんかな。ちょっと半分僕眠たかったところあったんですけど、ね、すいません、完全ではなかったんですが、お付き合いいただきましてありがとうございます。それではまたお会いしましょうね。さよなら。はい。はい、半分女性のティディがお送りいたしました。だからってこうやっているのよ、このティディベアがいっぱい。ね。さよなら。よいしょ。